アワープラネット TV の白石はじめです。3月11日の東日本大震災から1年が経ち、政府の事故調査委員会やそれから民間事故庁、国会事故庁と3つの事故調査委員会で、福島第一原発事故後のですね、さまざまな対応が少しずつ明らかになってきています。また多くのジャーナリストやですね、新聞社が独自に取材を行って、さまざまな事実も明らかになってきました。では当時、社会的に影響力がとても大きかったテレビがどのような報道をしていたのか、今日はですね、3月22日に衛星放送の朝日ニュースターで放送する予定だった検証番組、テレビは原発事故をどのように伝えたのかを3時間にわたってお伝えしたいと思います。早速ゲストをご紹介したいと思います。私の、すぐ左の方からご紹介しましょう。早稲田大学教授でですね、早稲田大学メディアシチズンシップ研究所所長のですね、伊藤守さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、伊藤さんはですね、この新書ですけれども、私たちの今の番組とほとんど同じようなタイトル、ドキュメントテレビは原発事故をどう伝えたかを、最近ですね、出版されています。で、丸1週間にわたって検証されていますので、今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてお隣となります、お隣にいらっしゃるのはですね、ジャーナリストの小田切誠さんです。よろしくお願いします。小田切さんは、はい、放送費用懇談会の、理事もされていて、日頃からテレビの検証というのが一つの、お仕事ということですよね。で、小田切さんもかなり早い時期にテレビの検証をされて、こちらの方にですね、NHK 一人勝ちの功罪というタイトルだけ見ると、東日本大震災の検証というふうに一見見えないんですけれども、このうちの半分は検証ということで、ちょっと今日資料を持ってきていただいたんですけども、このたくさんのですね、10冊 の、 ノートに事細かくですね、メモされて、番組もたくさんご覧になっていますし、それからキー局だけでなくローカル の、 ことも調べていらっしゃるということで、今日はどうぞよろしくお願いします。そして、一番上手にお座りいただいているのがですね、ジャーナリストの広川隆一さんです。よろしくお願いします。広川隆一さんはご存知の通り、Days Japan という雑誌をですね、出版されていて、で今回ですね、3月11日に合わせまして、こちら、検証原発事故報道あの時伝えられたことということで、臨時のですね、増刊号を出されているんですが、これが大変すごい内容で、1週間のですね、ちょっと細かくて見にくいかもしれないんですけれども、テレビ報道、新聞報道、その時の、東電保安院の発表、そして、インターネット上の情報というのをですね、全て、書き起こして、後からもこう検証できるような形で提供していらっしゃるということで、非常に貴重な資料を発行されていらっしゃいます。で、広川さん自身のコメントもたくさん書いていらっしゃいますし、それから広川さんご自身が原発事故発生後にすぐに取材に行ってらっしゃるということで、そういう視点も含めてお話しいただけたらというふうに思っています。どうぞよろしくお願いいたします。で、広川さんは今日は雑誌の校了ということで、まだ仕事が詰まっているので、いつまでいていただけるか分かりませんけれども、皆様、ちょっとどのぐらい時間かかるか分からないんですけど、今日はたくさんのビデオをですね、含めながら検証したいと思っています。で、実はこのようなテレビ番組の検証というのは、日本の場合著作権法が非常に厳しいということもありまして、過去はほとんど行われていないということと、実は法律、判例上もですね、ほとんどこうした、テレビ局がとても大きいものですから、それを検証するということがですね、なかなかメディアの中で行われてきませんでした。で、本日はですね、朝日ニュースターでは放送できなかったんですけれども、インターネットを通じまして、テレビの放送された番組そのものも一つの、大きな事象事件であったということで、取り組んでいきたいということで企画しておりますので、皆様も最後までお付き合いいただければというふうに思っています。そうしましたらですね、早速これから進めていきたいんですけど、今日はですね、とにかくこの1年間いろいろな報道がありましたので、1年間の検証はできませんので、事故が発生してから1週間、およそ1週間の間のですね、ことを4つの視点で検証したいというふうに思っています。で、まず1つ目なんですけれども、
3月11日、主に3月11日のですね、最初の5時間、福島第一原発事故で緊急事態が起きていた、これをまあ各社がどのように伝えたのか、そして第2点としてその後ですね、夜9時から翌朝にかけまして3キロ10キロと避難範囲が指定されていくわけなんですけれども、そうしたまあ厳しい事態を果たしてきちんと伝えていたのかどうか、そして3つ目の視点としては皆さんも記憶にあると思いますけれども、翌日12日のですね、1号機の爆発、そしてまあその以前に1号機で炉心溶融というようなことも保安院から実は発表されていたんですけれども、こうした出来事をどのように報道していたのか、そして第4点として、このあと非常にまあ語られるようになっていきます、その放射能漏れが起きた被爆のリスクをまあどのように評価して報道していたのか、まあ、それぞれテレビの前でいろいろ方が多いかと思うんですけれども、今日はですねこの4点をですね、ビデオを見ながら検証していきたいというふうに思っております。そしてですね、まず最初の早速ですね、緊急事態をまあどのように伝えたのかということで、まあ進めたいと思うんですけれども、それぞれまあ皆さん本の中でもいろいろこう、お書きになってます。ちょっと11日のですねフリップ続きますけれども、どういった流れだったのかちょっと改めて確認したいと思います。11日なんですけれども、14時の46分に地震が発生して、その後15時、まあ、20分ごろ福島第一原発、まあ、福島県に津波がですね到達、そして、まあ、15時42分直後に全交流電源が喪失というふうに、まあ、今されております。でこの時にまあ従上通報が吉田所長の方からなされていて、そして16時36分にディーゼル電源、まあ、15条通報がまあされて、その後に、政府がですね原子力緊急事態宣言をし、福島辺県の方がまあ少し先にですね2キロ圏の避難指示、その後30分後に政府が3キロ圏の避難指示というような、まあ、11日の動きでした。でこの時にですねどのような、まあ報道をされていたのかということで、それぞれちょっとその日どういうふうな状況におられて、まあ、この時の報道をですねまずちょっとビデオを見る前にお聞きしたいと思うんですけど、広川さんはこの時というのは地震の時にどこにおられて、そして原発のことというのはこう頭にどういうふうに浮かんだのかというのを、まあ、ご経験がチェルノブイリでやはり取材されてたのでどういうふうにお感じになったのかとまずお聞きしたいんですけれども、地震の時は編集部にいたんですね。それで編集が一通り終わって我々の原稿は印刷所に流れたんです。それでこの日この時間の頃にちょうど印刷の臨転機が回るっていうそういう時期だったんですよ。それでそのことが、まあ、印刷所から伝わってこちらの人間もそれに立ち会うために行くっていうところが、この地震が起こって、それで工場がストップしてしまった、もう機械も紙もぐちゃぐちゃになってしまっているというそういう状況で、我々はちょっとどうしたらいいか、とにかくもう体制を組み直さなきゃいけないけれども、まだ揺れがずっと続いてましたからね。それでその間に少しずつ考えなきゃ、これでもう 2,3 日はもう動かない、見通しは立たないということなので、雑誌の表紙は全部取り替えて中身も取り替えて急遽別なページにしようっていうそういう指示にして、それで取り掛かった頃でしたね。うん、なるほど。広川さんはこの原発っていうことを意識し始めたのはいつ頃になりますか。原子力発電所の今度のこの 3.11 の時ですか。3.11 の、地震の後に福島第一原発、あるいは女川原発、あるいは6カ所村もありましたね、はいはい、それぞれの原子力発電所がどうなっているのかなっていうようなことっていうのは、それは地震とともに思われた、その時には思いましたね。なるほど。ここら辺はやっぱりそれまでのですね取り組み方というか、やはり原子力問題、発電所の問題をなさっている方というのはみんなすぐに気になって、そういう意識でいらしたと思いますし、そうでない人とかなり明確だったと思うんですけども、私自身はですねやっぱり最初津波のことが非常にこう頭にあって、原子力発電所っていうのはすぐにはピンと来なかったんですね。で各社が、何時にどのような形でその、原子力発電所に触れたのかというのをちょっとまとめてみました。で実はやはり震源地が
宮城県沖だということで、各社ですね、女川原発のことに触れている、あの早い時期に触れている社が多くて、で、あのいわゆるそのお天気カメラといわれるですね、まあ、監視カメラのようなその原発を映すカメラも女川原発に対して映しているというものが非常に多かったと思います。でその中で実は私の中で非常に気になっているのが NHK なんですけれどもNHK が実は原子力発電所に対して、一報を伝えたのが16時30分ということで、津波が来てからですね2時間近く実は一言も原発について触れてなかったということが2人の本あるいはその私も改めて映像を全部見てですね、こんなに NHK のその一報が遅かったんだなっていうことを思ったんですけれども、小田切さんは特に初期段階のことをかなりつぶさにご覧になってますけれども、この時間帯についてどういうことをお感じになってご覧になってますか。きっと NHK が遅かったっていうのはですね、これきっと世界で初めてじゃないかなと思うんですけど、その、まあ、たまたま他の社のヘリコプターはちょっと仙台空港 その駐機場の奥に入ってて飛べなかったんですけど、はい、NHK のは要するに出入り口のすぐ近くにヘリがあって、まあ、管制官も OK を出してヘリが飛び立ったわけですね。でずっと海岸沿いをこう行った時に例 の仙台市とか名取市周付近 の大津波の映像をもうリアルタイムでほぼこう撮ったわけです、はい。でいわゆる住宅がなぎ倒されたりその田畑をこう浸水していくっていうのか、もうそれをリアルタイムにこうその大きな津波の様子をこう撮った、まあきっとそれに寄ってしまったんだと思うんですね、うん。まあ聞くところによると、まあ、当然各局もそうなんですけど、まず地震、まあ、最初はマグニチュード 7.9 っていう発表されたんですけど、まあ、その後 9.0 になっていく、そういう地震とか余震が続くっていう地震の情報を集める部隊で、津波の情報を集める部隊、原発の情報を集める部隊、まあ、NHK もそういう形で情報収集の担当班を編成したような話を聞いてるんですけど、もうともかく最初はきっとそのこれは世界で初めてのリアルタイムの津波がこうどん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 内陸に押し寄せていくっていうのを取ったっていうところに、まあ、寄りすぎたっていうのが一つあったのかなと、うん。それとやはり意外と対する民放、まあ、民放はご存知のように東京から記者が行ってっていうんじゃなくて、系列局要するに地元の、はい、局の、まあ、報道部の記者が取るわけですけれども、意外とこう NHK に比べると人員も物量も少ないんですけど、その、まあ、機動力があったっていうのがね、そういうやはりこう身近に、普段はあまりこう原発のことを報道することは なかったらしいんですけど、やはり身近に原発があると、あそこはどうなってんだということで、まあ、もちろんそういう情報カメラっていうか監視カメラいろいろこう置いてあるってこともあったんですけど、まあ、比較的まあ、民放が早かったっていうのはその、まあ、例えばまあ、フジテレビとか早かったっていうのは、まあ、日本テレビも早かったっていうのは日本テレビでいうと福島中央テレビって地元の局だったり、宮城テレビっていう地元の局がやはりこう、まあ、原発は大丈夫かということが、まあ、非常にこう気になってたっていうのと、あとやはりこう県の情報、まあ、だいぶこう遅かったところもあるんですけど、まあ、そういう日常のこう興味関心の度合いっていうのも非常に大きかったんじゃないのかなという気がしますけどね。実はですね、今回私は映像を改めて見てまして、広川隆一さんのこのデイズジャパンのところでも指摘しているんですけれども、その第一波がですね福島第一原発に襲ってくる映像というのが特に TBS などはリアルタイムで放送しているんですね。ただし、福島第一原発だというふうに触れていないというのが非常にこう後で見てですね違和感というか驚いたんですけど、ちょっとですねそちらの映像をご覧いただきたいというふうに思います。で最初に TBS、 次に、フジテレビという感じでご覧いただきたいと思います。東京電力東京ガスは現在地震による被害状況を確認中だということです。
NTT ドコモによりますと、地震の影響で東京都内などで携帯電話がつながりにくくなっているということです。また仙台市によりますと、午後3時現在、市内で大規模な停電が発生しているということです。また地震が起きた地域を中心に全国的に携帯電話や固定電話が通じにくくなっているほか、携帯電話のメールなどの通信にも支障が出ています。NTT ドコモと KDDI ソフトバンクは地震直後から災害用の伝言板を立ち上げました。 NTT ドコモはパソコンのホームページと携帯の i モードでアクセスできるほか、 KDDI とソフトバンクは携帯電話からアクセスできますが、共につながりにくい状況が続いています。 NTT や携帯電話各社では通信通話の状況を確認しているということです。こちらからは以上です。襲っているところですね。ご覧いただいているのは今の映像に戻れますでしょうか。福島県の富岡の海岸の模様をご覧いただいております。画面をご覧いただいている方お分かりかと思いますけれども、鉄塔が見えますが、その鉄塔の上にまで、波が大きく打ち寄せられました。この後も次々と波は襲ってくる恐れがあります。原発だってことは言ってないんですよね。海岸や河口近くにいる方、念のためその場を離れて津波の危険や心配がなくなるまで高台などの安全な場所に避難してください。津波が午後3時35分に来ました。津波午後3時35分に来ました。今ご覧いただいているのは富岡町の今現在の様子です。津波が来ています。先ほどご覧いただきましたように大きな津波が来ています。岸壁に波が打ち寄せられた際、画面に映っています鉄塔よりも上の方まで波が打ち寄せたように思われました。富岡町にあります福島テレビのカメラではその頃の映像とみられます。大きな波が押し寄せた時の映像があるんですけれども、その際福島テレビのスタジオから地震の情報をちょうどお伝えしていたんですけれども、岸壁に波が打ち寄せるようなそういった様子が見受けられまして、その波の影響でこのように崖が崩落しているような状況が見て取れました。その際なんですけれども、ずっと打ちつけるように崖が崩れていきまして、その後はその崖がその波にずっと浮いているような状況で、それからしばらくしてから30分後ほど波がずっと引いていきまして、そこから波が消えたような状況になっていました。こちらは福島県の富岡町の現在の様子です。福島第一原発が今映っています。 NHK の場合はですね、津波の映像は出してないですね。起きています。繰り返し余震が起きています。後の映像をこの映像というのは繰り返し使うんですけれども、津波のシーンというのはなぜか、福島放送局、福島市にあります福島放送局でも現在揺れが続いているという情報が入ってきました。広川さんは本の中でもちょっとコメントされてますけど、この映像のこの津波のシーンというのはどういうふうにご覧になりますか。最初からずっとたぐっていって見てて僕もびっくりしたんですね。僕自身はこの時にそのリアルな映像を見てなかったもので、ところが向こうの方の放送の中でこれが何回も何回もあの瞬間は繰り返されるけれども、富岡町って書いてあるだけで、おっしゃったようにそのなんかあの建物が何であるかということは一切隠して、その辺で誰が一体それを名前を出すなっていう何かの指示があったはずですよね。それね、当然これが原発であるということによって不安をかきたてるっていうことに対して片方では中傷だけど、そのことは何回も流そうっていう、その判断というのは一体どういう判断からなされたのかなと思って、でもこの時にもしもこれが原発であって、あれがアンドレ津波でああいうふうにやられてるって言ったら、あ、これはただじゃ置かないなっていうことは誰だって分かったはずですからね。でその時にやっぱり一言それが入るか入らないかで大勢の人たちのなんかその後の動きを全部決めたんじゃないかと思いますね。ダギーさん、このカメラというのはやはりこういわゆるお天気監視カメラというか福島第一原発を映すために置いたというふうに、放送局に私が言った立場なので見えるんですけど、各社あるっていうふうに考えていいんでしょうか。NHK でもあれを撮ってカメラがこう勤務してるってことだよね。いや実は富岡町の情報カメラっていうのは地元の、あそこは民放は4局があるんですけど、はい、4局が共同で建屋と、鉄塔っていうか要するに電波塔を建ててるんですね。でカメラは個別に4局を置いてるんです。で NHK は単独、で、いわゆるアナログからデジタルになるっていうんで、デジタルアナログのカメラは十何キロぐらい離れた、それこそたまたま、後でも触れるんでしょうけど、その福島地方テレビ日本テレビ系列のだけは廃棄しないでその
置いておいたのが、まあ、結果的にその爆発のシーンを撮ることになるわけですけど、デジタルカメラについては4局は地元の民放4局は共同の建屋と鉄塔で、カメラは個別と。で、まあ、僕の聞いている範囲内ではそのテレ朝系の福島放送のカメラはすぐ、まあ、録画できないっていうのか、まあ、コントロールが効かなくなったか、カメラが倒れたか、まあ、バッテリー電源がきちんと、まあ、充電しきれてなかったか、まあ、一番長く持ったのが TBS で、次の日の朝9時半までそのバッテリーが持っているんですけれども、まあ、富士も 4,5 時間はフジテレビ系列の福島テレビは持ったというふうに聞いてます。まあ、確かに今 見ると僕も見落としてたのかな、原発とか書いてませんよね、まあ、きっと今広川さんもおっしゃったみたいに何かあった時は結構 NHK 見る人が多いですから、やはり NHK が一番衝動で遅かったで、しかもテロップもないまま あれは何を意味するのかっていうことがないっていうのは非常にこう衝動っていうか、まあ、原発の近くにいる人たちまあの初動っていうことにはやはりこう大きな影響を与えたんだろうなっていうふうに思いますね。まあ、実はですね、皆さんもご存知の通りこの時期というのはもう全電源がですね、交流電源が喪失したりとか、まあ、10条通報15条通報というのが刻々と、まあ、先ほどもご覧になったようにですね、いただいたように来ていたんですけれども、なかなかそれがまあ報道されるのが非常にこうタイムラグがあったなということで、それは情報を出す側あるいはその、出すというのはですね、保安員やその東電側の問題も当然あるんですけれども、同時にそれを受けてどのように発表するかっていうような、まあ、マスメディア側の問題もあったと思うんですけど、今NHK の話が出ました。で、実はですね、NHK が一番最初に、まあ、先ほどのフリップにも出したように、この福島第一原発の事故というか、まあ、そもそも他の社は一応自動停止については触れてるんですけれども、自動停止についてもずっと、まあ、触れてなかったんですね、 NHK の場合のみは。その代わりにですね、いわゆる交流電源が喪失しましたと、で10条通報がありましたということに関しては、実は他の社はずっと報道せずに、 NHK が一番実は最初の報道がもう交流電源の喪失というですね、いきなりここに来るっていうような、まあ、ちょっと見ると不自然な感じで、これからまあ、19時46分に枝野官房長官の会見が入るわけですけれども、この5時間ですね、事故が地震が起きてから会見があるまでの5時間を見ますと、 NHK がそのいわゆるその福島第一原発に触れたのがこの16時47分、そして17時38分、18時18分のまあわずか3回だけだったという。で、まあ、逆に言うともちろん情報は非常に正しくというかですね、その発表されていることに対しては正しくは伝えていると。でこれに対して NHK の科学文化部の方々は、まあ、本を出していらっしゃって、その中で自分たちの判断についてちょっと触れたりしていらっしゃるんですけど、伊藤さん、この最初の初動っていうのの NHK の役割とか、どのようにあるいはその科学文化部の方々は、まあ、その時の報道についてもちょっと振り返ってらっしゃるんですけど、どのようにご覧になってらっしゃるんですか。そうですね、まず非常にやっぱりこう気づかされるのは、10条通報が出されたのが15時42分ですよね、はいはい、で NHK がこの10条通報について報道したのが約1時間遅れるという形ですね、はい。で普通 NHK はやっぱりこういう大震災とかですね、災害時に関してはもう迅速に報道するということを、まあ、徹底しているというふうにこれまで言ってきたわけですね。ですから地震が起きた時にもやはりその民放とは違ってですね、かなり、今回の大震災の時もですね、素早く対応したということだったと思うんですね。でそれで比較するとですね、この1時間のズレっていうのをどう見ていくかということは非常にやっぱり大きな問題であると思いますね。それからですね、15条通報に関しても16時45分にですね、通報が出されて、これもですね NHK が報道したのは17時40分ですから、
これも約1時間やっぱり遅れてるわけですね。でこれがまあどういうふうな形でですね NHK 側がキャッチして伝えたかということを考えたときに、この1時間やっぱりどう考えるかということはですね、NHK 自身やっぱりきちっと自己検証してほしいなというふうに思いますね。あのここのところでちょっと明らかになってないのが、その通報されてからどのような形でどう発表されたというのがですね、意外とあのはっきりしてなくてですね、もちろんまあホワイトの方は何時に発表したっていうね、会見したとかっていうふうにはしてるんですけれども、あの実際に大混乱した中で全くそれに対して情報を得ずにですね、あのいたのかどうかっていうのは、これから多分あのその事故そのものの検証だけでなくて、情報がどのように発表されたのか、あるいはどういうふうに得て発表しなかったのかっていうようなことは、あのおそらく次 の課題になってくる、その爆発についても言えると思うんですけれども、一つちょっと大きなまあ、ポイントというか、今後にも通ずるちょっと懸案かなというような感じには思っています。でちょっとその NHK がですね16時47分に最初の報道した時っていうのは、私はちょうどですね新宿にいて、偶然なんですけど実はカメラを街頭で回していた時に、後から思えば繰り返し繰り返しやってて、たまたまそれが撮れたのかなと思ったら、ちょうどそうではなくて、そのタイミングでカメラを回してたんですね。ちょっとその時の映像をご覧いただければというふうに思ってるんですけれども、これがちょうど NHK がですね最初に触れた時で、これちょうど街頭でテレビを見てたんですね。でテレビを見たら、その時にちょうど原発について、まあ、声でなんですけど触れていました。原子力発電所に関する情報が入ってきました。福島第一原子力発電所の情報です。経済産業省の原子力安全保安によりますと、福島県にある東京電力の福島第一原子力発電所では、地震で停止した5基の原発で原子炉を安全に冷やすために必要な非常用のディーゼル発電機の一部が使えなくなったということです。東京電力は直ちに安全上の問題はないとしていますが、原子力災害対策特別措置法に基づいて異常事態を知らせる通報を国に行いました。原子力安全保安院によりますと、福島第一原発では周辺地域が停電になり、外部からの電気が使用できない状況となった上に、原子炉を安全に冷やすために必要な非常用のディーゼル発電機の一部が使えなくなったということです。東京電力は直ちに安全上の問題はないとしていますが、今日午後4時、原子力災害対策特別措置法に基づいて異常事態を知らせる、いわゆる重情通報を原子力安全保安院に行いました。福島第一原発では今のところ放射性物質が漏れるなどの外部の影響はないということです。原子力安全保安院は引き続き監視を続けています。はい、というような形 で、まあ、実はこの後も、まあ、こういった発表をですね繰り返し繰り返しというか、まあ、そんなに数多いわけではないんですけども、報道していくというような感じになるんですけれども、まあ、この時期にすでにこれまでそのいわゆる原発問題に取り組んできた、まあ、いわゆる反原発運動してきた方々というのは、この時点でもうすでに避難しなければならないという、まあ、福島に住んでいらっしゃる方、もちろん大熊町とかですね、そういうところに住んでいらっしゃる方というのは、もうこの時点で、まあ、避難の準備をこれを聞いた方々はしたというふうに私は聞いているんですけども、ただ今の状態だと多分多くの人には将来的に避難が、まあ、必要になる可能性があるということは十分伝わってなかったかなというふうに思うんですけれども、続きましてですね、まあ、この流れの中で、まあ、ずっと19時ですね、そのうち、まあ、19時3分に原子力緊急事態宣言というのが政府から、まあ、出るんですけれども、この後に枝野官房長官の会見があります。でここのところの一連の流れというのは、やはり先ほど来あるとおりに、その発表があって、その予見というか先のことをなかなか伝えないというような形の報道なんですけど、ちょっとその19時47分もですね、ちょっと長いんですけど、3分40秒7秒ほどビデオあるんですけど、 NHK がですねこの緊急事態宣言というのをどういうふうに捉えて、そしてスタジオの解説はですね、まあ、科学技術部の山崎記者がされてるんですけども、ちょっとどういった報道だったのか、ここもご覧いただきたいと思います。しました。ただ停止をした原子炉は冷やさなければいけません。この冷やすための電力についてですね、
対応が必要であるという状況になっております。まさに万が一の場合の影響が激しいものですから、万全を期すということで緊急事態宣言を発令をいたしまして、その上で対策本部も設置をし、原子力災害対策特別措置法に基づく最大限の万全の対応を取ろうということでございます。繰り返しますが、放射能が現に漏れているとか現に漏れるような状況になっているということではございません。しっかりと対応をすることによって、なんとかそうした事態に至らないようにという万全の措置を今対応をしているところでございます。ただ同時に、そうした最悪の事態に備えた場合も万全を期そうということで、緊急事態宣言を発して対策本部を設置をしたということでございますので、くれぐれも落ち着いて、特に当該地域の皆さんには対応をしていただきますようよろしくお願いを申し上げます。では科学文化部の山崎記者に聞きます。山崎さん、はい、この国がですね、政府が今宣言した原子力緊急事態、はい、これってどういうことなんでしょうか。はい、これはですね、原子力発電所で、大きなトラブルがあった場合にですね、それが例えば放射性物質が外に出てしまうとか、住民が避難しないといけなくなるようなですね、大きな事象につながる可能性がある場合にですね、電力会社だけではなくて、国が前面に出て専門家とかをですね、この福島の防災拠点に集めてですね、対応を取るという状況を、宣言したということなんですね。はい、それでこの福島第一原発の現在の状況なんですけれども、どうなってるんでしょうか。はい、ですね、動いていた合計6つの原子炉があるんですけれども、一応全部停止しています。はい、で先ほど会見であったようにですね、停止したもののまだ熱が原子炉の中に残っているので、はい、冷やしていかないといけないと。はい、でこの一部の原子炉でその冷やすためのこのポンプがですね、正常に動いていないという情報があるんですね。はい、そのために原子炉を冷やすために今後万全を期していかないといけないということで、この宣言につながったということなんですね。はい、ただですね、先ほどありましたように、まだこの福島第一原発周囲にですね、放射性物質が出るというようなことはこのモニタリングポストという計測器では観測されていないということなんですね。はい、だからすぐ今すぐになんか避難が必要とかそういった事態ではないと。国も今後の対応に万全を期したいということでこの宣言を出したというふうに先ほどの会見でも言っていました。この宣言が出されるのは初めてのことなんですね。そうですね、平成11年茨城県東海村 の臨海事故が起きました。はい、この時にはですね、自治体電力事業者、非常に混乱してですね、対応が遅れたということがありました。この経験に基づいてできた法律なんですね。それに基づいて国がこういう大きな事象が起きた場合には前面に出て責任を持って対応すると、そういうことを、決めた法律が平成12年にできました。これができて初めて、今回ですね、この宣言が法律に基づいて出されたと、いうことなんですね。はい、繰り返しますけれども、現時点では、放射性物質が漏れたりというようなことはないというふうに発表しましたね。そうですね、国そして電力会社もそういうふうに説明しております。はい、はい、今ご覧いただいたんですけど、これは広川さん、この解説とかこの映像とかっていうのはどのように今見てお感じになりますか。とですね、地震が始まった後、その原発の様子が少しずつ民放を通じて伝えられ始めていて、みんなすごい不安になってるわけですね。でその時に非常に遅れながらやっていくけれども、実際にその、NHK が音頭を取ってやったのが、国の情報というのをそのままこう横に流していくという、そういうことをやっていくわけですね。だからそれは国を追認するという、そういうような形で、だからそれが大本営発表とか、そういう後で言われていくわけですけれども、だけど最初はその国がそういうふうにしゃべりました、保安院がこういうふうに言っていますという、そういう言い方になるんですけど、ところが途中から調子が変わって、その国がこういうふうに言ってますけどどうでしょうっていうふうに、その局 の, 解説者が振られた時に、いや国はそう言ってますんじゃなしに、いや安全なんでしょうって自分の言葉で喋り始めるんですよ。そうすると当時その非常に不安で逃げたらどうかわからないようなとか、あるいはどうしたらいいかわからないようなところに立っている人たちが、
それはあの事故を起こしたその電力会社とか責任のあるような国がいや安全ですって言うんだったらこれはみんなあの疑いを持ってみますよね。自分たちのことを隠そうとするんじゃないか。だけど NHK もそれを追認したということになっていくわけですよね。あこれだからあの NHK も言ってるんだから安全なんだろうというふうに形で大きななんかそこから責任がスタートしていくっていうその辺がこの辺り の, あのちょうど境目なわけですね。このちょっと前にあの最初 の, その NHK の自分たちの言葉でこの段階では直ちに安全に関わるような状況ではありませんって言い始めます。これは国がそう言ってますよっていうんじゃなしに自分たちでそういうふうに言い始める、うん、安全だと言い始めていくっていう。それでこのあのNHK の, あの解説委員の方もあるいは記者の方もその後で今度あのまたそれをどん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 こう追認していくと政府が言ってる安全だと言ってる自分たちも安全だとそういうことをちゃんと人々に伝え始めていくっていうその辺でものすごい大きな責任がそこから生じてくるんじゃないかとそういうのを思いますね。伊藤さん私はその実は言葉だけじゃなくて映像の使い方というところにも少し気になっておりまして、実は NHK がですね先ほどから使っている映像というのは非常にこう昼間のですね資料映像でとても綺麗で津波も襲っていない、それからその津波が襲った映像があるはずなんですね。その後の映像を使っているからNHK の場合は16時半 の, 富岡の映像を使っているということは当然15時半の津波の映像を持っているはずなんだけどそちらを使わずにその後 の, そ の, あの建屋の映像を使っているという意味では非常にこうなんていうかこう無傷的なイメージがこうインプットされてないかというふうに思ったんですけど、まあ、伊藤さん本当にメディア論が専門でここら辺というのはどういうふうにご覧になりますか。ですね、まずちょっと今 の, そのコメントについて、はい、お話したいんですけども、実は私3月11日は北京にいたんですね。で地震はですが体験しなかったんです。でところがですね今の NHK が放送していたほぼ同時刻に、BBC とかがですねもちろん津波の映像を流してましたけどもすでにその原発が問題だというのでもうクライシス危機だということで解説を行っていたんですね。7時頃ですか。もう7時か8時くらいです、はい。それでですねで帰ってきてこれを見て本当にこの落差にもう私はもう愕然としたんですね。でここには、ある意味でその危機意識ってほとんど感じられないですよね。その冷却ができないっていう事態がどうであるかということの局側としての主体的なこう認識がほとんど出ていないということが非常に気になるところですね。でそれが端的によく表れていたと思います。それから井岡さん今おっしゃったようにこの NHK のここで初めてこの山崎さん解説委員として出てくるんですけども NHK の伝え方の基本的なこうルールというか伝え方のあり方がもうこの時点ですでに出てきたと思います。でこれは広川さんおっしゃったように一つは政府が伝えたことを本当に解説するという解説の機能ですね。それ以上踏み込まないということですね。それからもう一つはこれも広川さんおっしゃったようにそれを踏まえて実は安全ですとそんな危機的な状況にはなってないんですということを NHK 側がきちっとこう述べていくというですね、これがこれ以降ずっと続いていく最初のやっぱりいい報道のあり方だったと思います。それからもう一つの映像の使い方ですが実はこの場面だけではなくてずっと NHK は実はあの津波の映像を含めてですねほとんど出なくて日常のこれまで撮った福島第一原発の空から撮った美しい映像を非常に頻繁に流していくんですね。これはやっぱり端的なですね映像とその解説のこうギャップといいますかそこが非常に表れているところだと思います。それからもう一つさっきの TBS ですが実は私もコメントで福島第一原発って入らないので2度3度見てもよく分からなかったんです。これ富岡町のどっか工場に来てる映像かなっていうですね。それから民放の場合よくあったんですけども解説している内容と映像が一致しない場面がすごくあるんです、はい、で多分情報が錯綜していたっていうことがあると思うんですけどただですねこの場合津波で出てきた映像と解説がそのギャップその一致がないということを
単に情報の混乱として捉えるということはやっぱりちょっと無理がある、うんうん、広川さんがおっしゃったようにですね、そこに何らかのやっぱり、福島第一原発のというふうに言えない事情がやっぱりあったんだろうというふうに思いますね、うんうん、先ほどもそうですよね、アナウンサーが話しているのは原発のことなのに北海道の広尾町の映像が出てきたり、その南相馬市の映像が出てくる、おかしいですよね。もうそれは原発の、まあ、津波が来る時か来たとかは知りませんけど、その確かに原発の映像はあるわけですから、その例えば夜の7時とかにその NHK のカメラが機能してたりしても、まあ、だいぶ暗くなってるからということもあるのかもしれませんけど、要するに言ってることとその映像がシンクロしませんよね。その一つと、あと NHK は膨大なこれ07年にまあ、記者とか報道記者だけではなくて制作、まあ、ディレクター陣にも含めて報道制作系の人間に NHK 取材制作の手引きっていう2007っていうのをもうちょっと分厚い300ページぐらいあるのを要するに外部には秘密よみたいなことで出してるんですけど、そこでもはきちんとこう原発のに緊急事態が発生した時のまあ、こういうふうに NHK は対応するんですよというのをルール細かく書いてるんですね。ですからそれに照らしても、その先ほど の, その、まあ、10条通報とか15条通報がだいぶまあ、遅れたということもありましたけども、要するに例えば要するに異常な事態というか基準を超える事態が発生していることが確認されれば、要するに映像がなくても直ちにスーパーで出すとかね、いうようなことを書いてあったりします。で、まあ、放射能についてもまあ、事態は時々刻々変わるし、その放射性物質の外部への流出、住民の避難あるいは屋内退避といった情報はできる限りリアルタイムで伝えるとかね、いうようなことに照らしてもまあ、おかしいですし、先ほど広川さんおっしゃったことでいうと、最初はそうなんですよ、国も電力会社もそう発表していますというような感じで山崎さんなんかも解説していくんですけど、だん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 そう発表してますではなくて、その要するに主語はこれ NHK に近くなっていくんですよね。で、要するにその発表したものをこう補完するような解説になっていく、まあ、そういうふうに発表してて、現時点ではまあ、健康に直ちに影響はないようなことなんかも含めて、そんなに、まあ、騒ぎ立てるような状況ではないですよと。ですからどういうことなのか考えられるのは、その結構民放の系列局はまあ、実は例えば先ほどの福島地方テレビでいうと、その福島地方テレビは本社は郡山なんですよね、はい、で実は福島は支社なんです。で両方結んでる映像回線とか原稿をやり取りするシステムがもうダウンしちゃったんです。でみんなでメールでやり取りしてるんですよ。要するにデスクとその福島に、要するに県庁の隣の自治会館に要するに県庁も被災したので、まあ、ちょっとこれ危ないっていうんで、隣の自治会館に災害対策本部を作って、福島東電の福島事務所もそこに入って、会見場ができて、共同各社のカメラも入るみたいなことなんですけど、要するにそういういろいろこう自局のシステムもダウンしてたり、いろいろこう制約の中で地元の局はメールでやり取りしながら、まあ、それをこうキー局に送ってもそれをどう取り上げるかというのは、まあ、キー局の判断があったりするんですけど、少なくとも例えばローカルには流したりしてるわけですよ。っていうのはよく飛び降り飛び乗りってやつですね。ある時間はそのキー局のニュースを流してるけど、例えばこの次5分は飛び降り、キー局から飛び降りてローカル発信、ローカルの情報を伝えよう、そういうのを頻繁に繰り返してやってるわけですね。だからその福島のであるとか、その宮城の系列局がいろいろこう制約がある中で、そういう、こう情報をある種なるべくこうリアルタイムに的確にこう提供しようといった時に、 NHK の福島放送局は何をしてたのかな、
というような気がしないでもないですよね。ですから、まあ、そのあたりもきちんと検証できてませんよね。まあ、ちょっと、まあ、NHK の福島がじゃあどういう形でローカル発信してたのかっていうのはちょっと僕も見てないので何とも言えないんですけど、非常にこう初動からやはりこう問題がある NHK の報道の中身だったなというのを今日改めてやっぱりこう感じますね。今ちょっとね触れていただいて、私がプリントしてきたのがこの新放送ガイドライン2008という NHK のガイドラインと、あと今回の震災を受けて新しく2011年でちょっとカラー印刷じゃなくてあれなんですけれども、だいぶ内容は変わってるんですけど、この前の例えば2008年のバージョンでも先ほどの、まあ、その10条通報にあたる異常事態というのはスーパーを入れることとかっていうようなことはやはり書いてあるし、それからまあ、NHK の科学文化部の方々が書かれた本の中で山崎さんも事前に原稿はありましたと、こういう事態が起こった時のために用意してたということはおっしゃってるんですよね。ということは常にそういうことが起こるっていう前提で準備は進めてたはずなんだけれども、先ほどの初動で言うと随分、まあ、その少なくともマニュアル通りには行ってなかったのはなぜなんだろうというのは一つ大きくあるかなと思うんですけども、ちょっと次見ていただきたいのはですね、ちょうどその先ほどの枝野さんの会見、そしてその山崎さんの解説をした直後30分後ぐらいにですね、フジテレビが実は藤田裕子さんというもともと慶応大学の先生でいらして、まあ、本当にチェルノブイリの前から原発問題というのも取り組んでいらっしゃった方が電話でインタビューしてるんですけれども、これがですねほぼ今明らかになっている全てを言い当てて、彼がずっと喋っていればよかったかなと思うぐらいなんですけれども、まあ、彼はこの1回ですね、その後登場しないというなぜかとても不思議なんですけど、ちょっとこの内容をですねちょっと聞いていただきたいと思います。それではここでお伝えしていますような原子力発電所の今後の安全確保について専門家であります藤田裕子さんと電話がつながりましたので聞いてみたいと思います。藤田さん、はい、今現在ですね原子力緊急事態宣言というものが出されまして、はい、自動停止しています原発に対してはですね、はい、冷却という作業が行われるための電力の確保といった事態になっているんですが、はい、今どういう状況で何がどう行われているというふうにご覧になりますか。そうですね、原子炉というのは非常に高温にありますので、はい、冷却を続けなくちゃいけないんですね、はい、で原子炉を緊急停止して発電が止まったとしても原子炉の冷却をしないと原子炉がメルトダウンという状態になります、はい、原子炉それ自身が溶けてですね、で水に触れたりすると水蒸気爆発を起こしたりして大災害になります。でそれを防ぐために今多分電源車が現場に向かっていると思いますけれども、すで、はい、にメルトダウンの状態に入っているのではないかということを大変心配しております。なるほど。ということはですね、冷却が行われておらず、はい、炉心の溶解と言っていいんでしょうか、はい、メルトダウンの状況がもうすでに始まりつつあるのではないかと、はいはい、このような状況を藤田さん自身は心配されていると。非常に緊迫した状況にあるというふうに思っております、はい、そのように推察される何か根拠というのはあるんでしょうか。時間的な根拠というのはこの地震が発生したのがですね、はい、午後2時46分過ぎでした、はい、それからですねもう6時間近くが経とうとしているわけなんですが、そうですね、はい、そうした時間の推移というのはどのような影響があるんでしょうか。はい、もうこういう場合には1分1秒という単位で物事が進行していくんですね、はい、ですから6時間という時間は大変長い時間で、現場では大変いろいろ苦労しておられると思いますけれども、はい、もう一刻も早く電源を回復すること、はい、そして冷却を再開すること、それができなければ非常に大きな災害になる可能性があります。なるほど、わかりました。とにかく電力車が、まあ、全速力で現地に向かっているということで電力を確保する、冷却を始めるというのが大切だということがわかりました、はい、藤田裕子さんに伺いました。ありがとうございました。ここで言われていることは今全て明らかになったことを見ると全くその通りだったっていうことなんですけど、で私はこの時に藤田さんだと思ってですね、何回かお目にかかったことがあったものですから、なるほどと思ったんですけれども、ただこの後に彼は登場してきませんし、あとまあこのスタジオこの後、まあ、安藤裕子さんが受けてですね、その後まあこういう話でこう行くのかと思いきや必ずしもまあそういう方向に行かないと
これなどはどういうふうにご覧になりますか。伊藤さんはいかがですか。私もですね、唯一この時期に評価できるのはこのシーンだけだと思いますね。で本当に、まあ今の時点から振り返ってみればですね、ほぼ的確にですね、5時間6時間経過した時点でもうメルトダウンがほぼ始まりつつあるということを指摘されているわけでですね、でこれ以降彼がですね、テレビで解説するということは、まあ、一切なかったわけですね。非常に残念な、気持ちですね。でもう一つ先ほどの NHK のですね、解説ですけども、今のこの藤田さんの解説と比較してですね、はいはい、先ほどそのどのようなその内容で話すかマニュアルが大体できているということだったわけですけども、この言葉遣いそのものがですね、はい、本当に適切だったかどうかということをですね、本当にもう一度考えてみるべきだと思うんですね。で先ほどですね、その山崎さんはまだ熱が残っているので冷やしていかないといけないっていうわけですね。うん、なるほど。でこれはなんかそのね、そのお湯を沸かしていてなんかちょっと冷やさないとこれもうお湯でもうね、夜間が全部水がなくなってしまいますよというふうにしか聞こえない言葉の用法なわけですね。でこういうふうな事態の時にこういったですね、冷やしていかないといけないとはなかなか冷やせないとかっていう言葉しか言語用法でですね、解説加えることの妥当性もですね、本当に厳しく問われていいんじゃないかなと思います。なるほど。やはり危機感という意味では全くそのギャップがあるというか、で実は皆さんもお感じかもしれないんですけど、実はその民放などはですね、初期の方がその危機感というのがこうガッと強くなって、まあ、最初のこの時点、この後に触れる12日なんかはそうなんですけども、危機感がすごく高まって、そして徐々にまたどんとこう薄らぐというかですね、弱めていくっていうような流れが実はあったかなというふうに思うんですけれども、この後ですね、次 の, そのパートに入って、その、まあ、避難しなければならないという、だからまあこの今いろんなその事故調で見ていくと、もうとにかくこの時には官邸はもう本当に大変な状態だったわけなんですけど、その中でその、まあ、先ほど放射線も増えてませんっていうような発表があったということなんですけど、例えば今こう手元にあります吉田所長のですね、通報なんですけども、これ重症通報なんですけども、もう16時36分の段階でですね、タービン建屋で、まあ、非常に放射線量が上がってきてますよというような通報があって、もちろんこれ自体公表されてない可能性、その時点ではですねとは思いますけれども、その可能性があるかもしれないという姿勢での、まあ、報道はなくて、そしていきなりその21時になってからその3キロ圏内 の, その避難指示というような、まあ、本来だったらもっと早い時間にですね検討されるべきものがそこまで遅くなったという形なんですけれども、この21時53分のですね、枝野官房長官の会見、そしてその、避難指示についてもですね、ちょっと改めて、まあ、似たような感じではあるんですけど、3分39秒のものをですね、もう一回参照いただきたいというふうに思います。まだ寒いと思うんですけれども、3キロから10キロの皆さんは屋内において退避をしていただきたいと、これは念のための指示でございます。避難指示でございます。放射能は現在炉の外には漏れておりません。今の時点では環境に危険は発生しておりません。安心して地元市町村、警察、消防などの指示に従ってください。安全な場所まで移動する時間は十分にあります。ご近所にも声を掛け合って、慌てず冷静に行動をしてください。自衛隊をはじめ支援体制を全力で現在整えております。不確実な噂などに惑わされることなく、確実な情報だけに従って行動するようお願いをいたします。繰り返しますが、先ほどの福島の原子力発電所の件、原子力災害対策特別措置法に基づいて3キロ以内の皆さんには退避を、避難を、そして3キロから10キロの皆さんには屋内での待機ということの指示が本日21時23分
出されました。現在福島県あるいは大熊町、双葉町、そしてそれぞれの消防、警察等に対してこの指示をお伝えをして対応を取っていただいているところであり、加えて警察、自衛隊が現地にすでに入っておりまして、警察、自衛隊によるこの指示に基づく対応も進めるところでございます。スタジオには原発問題を担当しております山崎記者に来てもらっています。山崎さん、今、はい、官房長官の会見で、福島第一原子力発電所半径3キロ以内にの住民に避難指示を出したということなんですけれども、ね、住民はこの場合どのような行動を取ると言いますか。はい、ですね、この避難指示が出されたらですね、各地区にですね、一時集合場所とか避難をする施設というのが決められているんですね。はい、これはですね、まあ、コンクリートでできたですね、頑丈な施設ということでいくつか決められています。そういうところにですね、冷静に落ち着いて移動してもらうということです。はい、半キロ3系以内の住民の方は近く決められたこの避難施設に移動してもらうということですね。官房長官、念のためという発言でしたが。そうですね、国の発表によりますとですね、福島第一原発で放射性物質が外に漏れているという状態ではないんですね。はい、あくまでも念のために、そういう対応を取ってほしいということであります。はい、福島第一原発6つの原子炉があるということですが、はい、まあ、全て運転は停止されていて、はい、現在は確認ですが放射性物質が漏れるといった重大な事態にはなっていないということですね。はい、そうですね、福島第一原子力発電所6つの原子炉は、まあ、地震の揺れ ですね、自動停止をして運転は止まっています。はい、ただですね、原子炉っていうのはですね、運転が止まっても非常に熱い状態になっているですね、これを冷やしていかないといけないんですね。で、このうちの、1号機と2号機でですね、冷やす装置というのはうまく正常に働いていないと、まあ、こういうことで国は緊急事態宣言を出して対応を始めているということで、まあ、今回、行い退避そして避難指示を出したという状態ですね。はい、これは結局ですね、ここで3キロ圏内の人が避難されて、そして10キロに翌朝に拡大してですね、結局もうはっきり言うと二度とその生活に戻れない可能性があるような、実際今そういう事態になっているんですけど、広川さん、この今の報道というのはどういうふうにご覧になりますか。そうですね、あの時に政府とか、ホワイン、それから電力会社がその確実な情報というのを持っているので、だから不確実な噂など惑わされるなということを訴えてましたよね。はい、彼らが自分たちで確実な情報を持ってなかったんだということが後になってからどんどん分かってくるわけです。結局何にも分からなかったわけですね。あの時は保安員も何も知らない、分からなかったし、電力会社も何も分からなかったし、政府もただ大混乱でパニックになってたのは、むしろそこでそれで不確実な噂を広げてたのは政府だったわけですね、その時。でそういうふうに、もしも一般の人たちが、その人たち、政府が本当は何も知らないんだと、保安員も何も把握できてないという、そういう混乱の中にあるということがもし人々に伝わってたら、これはもうそういうことを聞くんじゃなしに、その時ツイッターなんかでも流れてた、とにかく遠くに行くことが一番自分の身を守るっていう、そういうことが分かったはずですからね。だからあの時それを封じるために政府は万全の策を、万全の策っていうふうに言ってしまったら、それに対する否定ともできない、これが万全だって言ってしまって、それからその次には万が一を考えて、そうすると悪いこと起こらないけど、万に一つのことでこれをやってるんだっていう2つの言葉、いろんな言葉が今度は使い分けられていきますけれども、そういう中で今度それに対して政府の意見に対して反対する、あるいは違うんじゃないか、もっと危ないんじゃないかというのは、危険を煽るという言葉と、それから不安を煽る、それから不確実な噂、惑わされるという、そういうふうになっていくわけですね。だからみんなそこで口を封じられていくという、そこの中で政府が本当はしっかりした情報を持っているから、それの指示に従っていければ安全なんだみたいな形で、ここのところで人々が自分の意思で逃げる権利を奪っていくという、そういうことが起こっていくと思います。ね、
実際に私などもこの頃ですね、夜中過ぎぐらいになってくると、ツイッターでいろんなこう情報を提供すると、それに対してこう非常にこうバッシングといいますか、そういうその、日本のこの事故というのは3マイルとかチェルノブイリのようなものとは全然性質が違うのだから、そういう煽るようなことを言うなというようなコメントはたくさん寄せられてきてですね、例えば朝日新聞の福島支局のツイッターが1時50分過ぎに、東京電力の発表によると、このままでは原発の爆発の恐れがあり、わざと放射能を漏らす作業に入る可能性があるとのことです、絶対近づかないでっていうふうに配信したんですね。で、私はすごく重要な情報ソースだと思ったんですけど、その後この福島支局はそのアカウントを削除してお詫びをしていくというようなプロセスが実はありました。で、その時間というのは多分そういうような、例えば爆発という言葉とかですね、メルトダウンというような言葉を使うだけで正しくないっていうような、今のその報道とリンクするような逆の動きも非常に強まったかなというふうに私の中では強く実感があったんですけれども、ちょっと小田切さんと伊藤さんにも聞きたいんですけど、この時にこう事故を、ある意味過小評価するような念のためとかですね、いうようなことも、ここら辺で、各社非常に慎重になっていくんですけれども、ここら辺の報道というのはどういうふうにご覧になるか、じゃあ小田切さんからお願いしたいと思います。例えば特に NHK なんかは科学文化部にそういう原発担当の記者が6人いて、例えばアメリカのスリマール島の事故であるとか、チェルノブイリの事故であるとか、もう緻密にいろんな NHK スペシャルなんかも含めて番組を作ってきて、例えばそれこそ万が一っていうか、そういうシビアな事故が起きるとどういうふうにこう展開していくかっていうのは、もう分かりすぎるほど分かってたと思うんですよ。例えばスリマルトルの事故なんかでは、原子炉の異常事態というのは本当数秒単位でこう転化していって、要するにコントロールルームにあるその何十個、場合によっては100個を超えるいろんな警報のランプが次々となるから、何からどう手をつけていいかっていうのは、そういうことがあったんだよっていうのは、もうそれはもう専門記者は分かってるはずですし、だけどそれは確かに一方では福島の場合それを確かめる術はなかったわけですよね。だからどうしてもこうそういう政府とか東電、地元の局が作った節目の番組はちょっと最近見る機会があって、やはり結構地元の自治体の首長さんだとか関係者も、いや東電さん政府がちゃんとやってるから大丈夫よみたいなコメントをこうしてるんですよね。やっぱりその万が一とか、その万全の策をやってんだということで、もうほとんどよくわからないけども、それを信じるしかない。だからメルトダウンなんていう言葉を使った藤田さんというのはそのもう出てきませんし、実は地元の局なんかも17時午後5時の段階でその原子炉を冷やすことができない大変な状況だと、メルトスルーも考えられるみたいなこうやり取りをこうしてるんですけど、きっとそういう情報というのはキー局にも上がるはずだけども、あとは取捨選択の問題ですよね。確かにじゃあ裏付けは取れるのかとか、きちんと確認取れるのかって詰められた時に、いやもうその現場に行けないわけですしね。東電の例えば所長の吉田さんとか現場の人とこうやり取りできるわけじゃないですから、そう詰められると、いやそうですねっていうことだったんじゃないのかなと思いますね。結構現場の記者はもう少し僕は先ほどの朝日新聞の記者の話じゃないですけど、ツイッターでつぶやいたっていう話じゃないですけど、要するに現場の記者はもう非常にこうもっと危機感を持ってたと思います。実際に、保安院というか、経産省なんかも大混乱だったようですので、その怒号というかですね、そういう事態は外にいる記者は分かってたので、その深刻度というのは当然のことながら花火で感じてたとは思うんですよね。で、先ほども言ったように、避難する方々というのはですね、この時はだからもうちょっと気軽な気持ちで一泊ぐらいで帰ってこれるとか、半日ぐらいで帰ってくれるつもりで家を出たところ、そうではなかったと。伊藤さん、ここら辺というのはもちろん
その方々に伝えるのが、必ずしもその時は停電もあったのでテレビだけではなかったんですけれども、うん、どういうふうにその責任というかお感じですか。やっぱりこの映像を見てですね、その感じるのは、普通であればその3キロ圏内、避難、それから10キロまで屋内退避というふうに出た場合に、なぜその基準なのかというのは問われるべきなわけですよね。で、確かに情報として混乱しているということはあると思いますけども、テレビ局としてこの3キロ10キロってはどういう根拠であるのか、でその根拠が示されない場合にですね、局としてどういう判断をするのか、記者はどういう質問をしているのかという裏を取らなくてはいけないはずだと思うんですね。で、ところがですね、民放も NHK も全くそういう問いかけはないんですね。もう政府が、こういう事態宣言を出してですね、避難と屋内退避を指示しましたということをですね、単に解説して伝える、でその基準がどこにあったのか、どういう恐れがあるのかということをまずそのどこも報じていないことに対する違和感、非常に強いんですね。で、先ほど指摘されたようにですね、念のためとか万が一ということで報道されていてですね、実際にその避難する方は本当に1日くらいで戻れるんじゃないかと思って全く何も持たないでみんな出かけてるわけですよね。で、ところが結果としてですね、ほとんどもう戻れないかもしれないという状況になっていること、でこの伝え方はやっぱり非常にやっぱ問題が多いなというふうに思いますね。今ちょうどですね、21時からこれから非常にその緊迫した感じに特に1号機を中心になっていてですね、これは12日のこれからの動きになるんですけれども、当時何が起きてかったかっていうとですね、非常にその例えば21時51分1号機の原子炉建屋の放射線量が非常に上昇しておりまして、そして菅総理大臣がですね、福市に行くと言ってですね、その前に10キロ圏に避難指示を拡大で、もちろんこれもなかなか伝わらなかったということが今明らかになっております。で、この頃っていうのは例えば武藤副社長が福島第一原発の、ね、周辺まで行って、例えば大熊町の町長と面会したりとかっていうようなことをしてた時期なんですけれども、まるでその事態というのはやっぱり報じられていないというような形で、1号機、とにかく弁当しなければですね、圧力が上がってどうしようもないっていうような状態から翌日、最終的にその爆発、それから先ほどの話あったようなメルトダウンの恐れっていうのが、同時進行していく時間にあるわけなんですけれども、この時点で若干その民放ではですね、かなり深刻な雰囲気もあるいはその避難している人たちを取材したりですね、ちょっとこう現場のやっぱり記者とそのスタジオのその解説というところにかなりギャップがあったかなと思うんですけども、ここら辺というのはご覧になった、例えば伊藤さん、なんか感じるところですか。そうですね、民放は比較的ですね、やっぱり福島の避難されている住民の方々とかバスに乗っている映像とかですね、かなり流したと思うんですけども、僕が見ている限りで NHK はこの11日から12日にかけてはほとんどなかったと思いますね。なんでですかね。NHK のやっぱり特徴はですね、これ、小田木さんもどう感じられたかなんですけども、民放は福島の対策本部にちゃんと記者がいて、で記者が福島で捉えている情報はちゃんと上げるわけですね、キー局に。でところがですね、 NHK の場合はそれすらなくて、東京のスタジオで全ての情報がコントロールされて解説委員から出ていくという形でずっと続いていくんですね。ですから福島からの現地のさまざまな混乱した情報かもしれませんが、それも入らずにですね、非常に一元化されたシングルボイスで伝えていくというのは非常にこの時期の特徴だと思います、ね、確かに民放は明らかに混乱しているんですけれども、ただその分この生々しいというかリアルなその危機的な状況というのはそれアナウンサーもそうですし、記者の答える側も若干そうなのかなというような感じはします。で、いよいよですね、この12日の、重要なポイントとして
いわゆる、メルトダウンというか炉心溶融とですね、爆発12日になってからその危機が来て、それをどう伝えていくかというところに入っていきたいというふうに思うんですけれども、ちょっとね、先ほども12日の流れをお伝えしましたけれども、ここでご覧になっていただく、まずですね、午前中にそのようやく、これはもうしきりとその事故調などでもですね、弁当をどうこうしたっていうのはいつしたとかできるとかできないとかですね、1回行ったんだけれども線量が高くて行けなかったっていうようなことは散々言われていて、ようやくその弁当の開始ができたのが10時の17分なんですけれども、その後保安員の中村審議官って、後に外されてしまったということで話題になっておりますけれども、中村審議官が13時45分の段階で、炉心溶融の恐れがあるというふうに、言及してということなんですけれども、この段階でその前日ですね、藤田裕子さんが指摘されてたようなことが、現実的にですね、公的な発表でも出てきたと。じゃあその公的な発表がどのように報道されてたのかっていうところをちょっとまたこれも番組で振り返ってみたいんですけども、12日の14時台にですね、NHK テレ朝の映像でご覧いただきたいんですけど、 NHK14 時15分テレ朝14時38分にそれぞれこの中村審議官のですね、炉心溶融に触れた部分というのを報道しております。3分16秒のビデオなんですけど、こちらをご覧ください。しばらくお待ちください。原子力発電所に関する情報です。経済産業省の原子力安全保安院によりますと、福島第一原子力発電所の敷地内の1号機の周辺で核分裂によって発生するセシウムという放射性物質が検出されたことから、1号機で炉心にある核燃料の一部が溶け出たと見ていると発表しました。今ニュース速報の字幕でもお伝えしています。繰り返してお伝えします。経済産業省の原子力安全保安院によりますと、福島第一原子力発電所の敷地内の1号機の周辺で核分裂によって発生するセシウムという放射性物質が検出されたことから、1号機で炉心にある核燃料の一部が溶け出たと見ていると発表しました。もう一度繰り返します。経済産業省の原子力安全保安院によりますと、福島第一原子力発電所の敷地内の1号機の周辺で核分裂によって発生するセシウムという放射性物質が検出されたことから、1号機で炉心にある核燃料の一部が溶け出たと見ていると発表しました。それではここで、原発の新しい情報をお伝えします。原子力保安院は先ほど大震災で被災した東京電力福島第一原発第1号機の炉心が溶け出していると見られると発表しました。福島第一原発第1号機は原子炉内部の圧力が高くなっていて、圧力を下げる作業が続けられていました。午後1時半現在で核分裂成分であるセシウムの周囲から検出されたことから、原子力保安院は炉心の融解が始まっていると見られると発表しました。セシウムは核燃料棒に含まれていて、融点が高いことから炉心の溶解、つまりメルトダウンを起こしている可能性が高いと推測されるということです。政府は周囲の住民に避難を指示していますが、避難は依然完了していません。福島第一原発の1号機では原子炉内に放水を続けていますが、水位が下がり続けていて、このため燃料棒が170センチ程度露出していました。当初50センチといってそれが90センチになっていましたが、現在170センチ程度露出しているということです。このまま溶解が進むと格納容器の圧力が高くなって、さらに放射性物質の放出が拡大する可能性があるということです。原子力保安院は一刻も早く圧力を下げるために蒸気を排出する必要があるとしています。福島第一原発の正門の放射線の数値はこれまでの当初通常の8倍でしたが、現在は90倍近くに上がっているということです。でこのまま余裕が進むと格納容器の圧力が高くなって、さらに放射性物質の放出が拡大する可能性があるということです。はい、この時点でですね、この会見といいますか、この
中村審議官の会見というのはですね、後にまあなかったかのような、あの今でこ そ, その改めてその時にあの言及してたということが明らかになっているんですけれども、あの当時はあの実は今あの緊急速報というかですね、あの速報で入ってきた情報としてはあるんですけれども、中村審議官が直接言葉でですね、あの話して の, そのニュースで の, そ の, あのメルトダウンの恐れがあるとかって言ってる映像というのは実はどこの社もまあ全く流してないんですよね。で流してないままにここでまあこういう速報が出て、でその後あの各社字幕スーパーでその露心揚油とかいうような形で、まあ大きくそのこの12日の午後いっぱいは出して、夕方までは出していくんですけれども、その後このもの、あの露心揚油というかですね、メルトダウンがこう否定されていって、実際にはあのうーんと後になってやっぱり露心揚油していましたという、こう騙し討ちみたいな、なんていうんですかね、この時のあの報道は何だったんだろうかというようなことが起きて、逆に言うとそのこれ自体に対して の, その説明というのはもちろん保安員もしてなければ、メディアの側もこ の, あの報道を途中で消していったというか、これの恐れがあったというふうに自分たちが伝えていたことをこう伝えていないというのが現時点でもあるかなというふうに思います。でこの時点ではもう多分広川さん取材に出てらしたんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、この時点でもうすでに広川さんは取材に向かわれていて、どういうまあ状況にあるこの、ね、見てらっしゃらないんじゃないかと思うんですけれども、今ご覧になってどういうふうにお感じになりますか。ね、ちょうどこれが流れている頃はもう埼玉からその北の方に大混雑の中をまあ向かっていたところで、時々まあラジオではニュースが流れてくるんですけど、だけどその前にすでに弁当っていう言葉が流れ始めた時にもうすでにこれはおそらく世界中の放射能を扱っている人とか、あるいはちょっとでも勉強した人はすでに、あこれからまずやらなきゃいけないことはこれだっていうことははっきりしてると思うんですね。それは何かといったら子どもと女性を逃がすっていうことなんですね。だからそれはメールとか、あるいはツイッターなんかでもそういうことが出たりし始めるんですけど、相変わらずそれに対してものすごいなんかバッシングが起こったりしましたよね。それで新聞とかテレビなんかでもその後でスリマール島でも別にがんとかそういうのは一切発生増えてないっていう、そういう言葉がこう流されて、それに対して専門家がそういう言葉に対して新聞他のメディアテレビのメディアもちゃんと検証しないまま、それあたかもそれが本当で新聞社もメディアもみんなそれが全てのメディアがそれを認めてるみたいな形で進んでいくことによって、なんかそういうような心配すること自体がすごい犯罪みたいな形でいきますよね、うんうん、時僕は最初は一番最初その前の夜11日の夜ぐらいに安定要素剤を、はい、求めるためにいろんなところに連絡したりして集め始めてたんですけれども、それに対してなんかすごい圧力かかってきて、それから今度はさらに弁当で逃がさなきゃいけないと、みんなとにかく逃げなきゃいけないということに対してもなんかつぶやくとそれに対してバッと来るので、もうこのままでここで言ってたらもうダメなんだと思って、とにかく現場に行かなきゃいけないというふうに考えかかえて、それで翌日の12日の朝向こうの方に向かうことにしたんですけどね。私の RT によるとですね、広川隆一さんはこの日の朝早くですね、ヨウ素カリウム福島に送ろうということで大量に保管している企業はないかってやっぱりツイッターでこう訴えてらっしゃるんですよね。私も例えば横須賀などは薬局に全部こう配備されてるっていうのは事前に知っていましたので、スタッフにすぐに当たってもらったんですけれども、行政には配布できるけど民間の人には配布できないというふうに言われてですね、確保することできなかったんです。多分その気づいている人たちはこの段階で何かしないとまずいというような感じはあったと思うんですけれども、ただその報道とのギャップっていうか、逆にそのツイッター上のその情報、例えばわかめや昆布を食べた方がいいとかっていうのはデマ、いまだにデマだと思っている人がいまして、それはその当時そういうのが全部デマみたいな形でくくられたっていうような逆の作用もあったかなと思うんですけれども、
この前炉心溶融に関しては伊藤さんはいかがですか。この後こう全く2ヶ月も消えてしまうわけなんですけれども、ですね、実はこれ、炉心溶融という言葉がどの時期にどれくらい出てきたって実はカウントできるんです。カウントできる、それで僕もそのちゃんともうデータ化されていてですね、文字検索やってどの時期にどの時間にいくつか出てるということでカウントできるんですけども、今日ちょっと資料を持ってきてないんですが、研究の中でそれをやられてるということですね、やってるんですけども、はい、そうすると確かに12日は出てくるんです、はい、でところが13日からさっと消えていくんです、ね、それは印象ではなくてデータ的にもちゃんと裏付けられるんですね。あ、それはぜひ次にちょっと、はい、また見せていただきたいんですけど、ですからこれは何で消えちゃったんですか、ね、だから印象だけではなくてまさにそういうふうになっているということですね、うんうん、それからもう一つやっぱりこれ朝日の新聞で伝えていたと思いますけども、この炉心溶融という言葉が出た時点で、保安庁のその会見の中でですね、でその後に政府がこの言葉を使わないようにあるいは使う場合には事前に指示してくださいということを、出したということが多分朝日新聞 あのプロメテウスに書いてあったのでですね、ですから、自然に消えたわけではなくてやはりそれはどこかできちっとこの言葉は使わないようにという指示があったからこそ使えなくなったということだと思うんですね。小田切さんは、まあ、その後、ね、復活するまでにこれだいぶ時間があるわけなんですけれども、要はその先ほど要するに第一原発の正門周辺であの通常の7倍から、はい、その後20倍、はい、70倍90何倍と増えていくわけですけど、専門要するに、まあ、専門家でなくても、まあ、ちょっとその原発のことを取材している人であればその要するにあの放射性物質の 99% もほとんどはもう要するに燃料の中に入っているわけですよね、燃料棒の中に入っているってことはそういうふうにこう上がっていくことの意味って普通分かると思うんですよね。という時にそのいやそれでもその、まあ、心配することはありませんみたいな、まあ、原子炉は安定してるんですよみたいなことを繰り返す、まあ、そういう感覚がよく分からなくてたまたままあ当日のこの12日の昼過ぎに、まあ、テレビ朝日 の女性のキャスターがその、まあ、通常の73倍に達したって伝えた後にもう祈るような感じで要するに現場で作業している人たちがいますと、ともかく安全に作業してほしいと思います、まあ、そういうのが精一杯だったのかなっていうような気もしないではないんですけど、コメントしているのがすごく僕は印象に残ってて、うん、もう要するに現場に近い要するに福島あたりではもう当初のもう1週間ぐらいはもう先ほど言ったその県の自治会館に設けられたところでもう断続的にというもう四六時中会見もう東電の福島事務所だとかその県だ保安院だ、まあ、もう入れ替わり立ち替わりやっててそれ以外でも要するにやり取りがこうストレートに聞こえてくるわけですよね。で現地ではその例えば原発周辺の測定値から、まあ、これはもう12日のもう午前9時ぐらいの段階ですけど放射性物質が漏洩している可能性が高いであるとかね、まあ、せいぜい確かにそういうことしか言えないんですよね。いや漏洩してますとじゃあちゃんと確認取れたのかということになるので、まあ、ただといろいろな状況証拠って言いますかねからするとそれはもう炉心溶融が始まって放射性物質はもう、まあ、漏れてるんだということはもう現場では、まあ、ある種、まあ、暗黙の了解っていうのか、うん、になってこの頃になりますとマスメディアの間でもですね近くまでその取材に入ることに対していろいろとその情報が出回っていたというのが私が聞いている話なんです。例えばその津波の取材のためにその福島の例えば相馬とか南相馬に入っていた人たちが退避のですね、はい、連絡が入って全く取ってないのに帰るのかっていうようなねそういったやり取りも聞きますけどここら辺は小田切さんどういうふうに思われますか。
結構入ってたんです。例えば、まあ、NHK は僕は知らないですけど、その民放の各局、要するにまず津波っていうことがあったので、まあ、福島は今原発であれなんですけど、まあ、当然現時点ではもうこれからいろいろ大変な状況が生まれてくるんだと思いますけど、その圧倒的にこう津波で亡くなったり行方不明になってて、まあ、例えば相馬で、要するに向こうで言う浜通りですよね、はい、相馬市南、まあ、新地町から始まって、相馬市南相馬市で双葉郡、まあ、いわゆる原発のあるエリア、うん、まあ、曹操地区っていうんですけど、そこからずっといわきに向かって結構みんな地元の記者団と取材に入ってたんですよ。で大体12日のからもすぐ引き上げろというので、まあ、今白井さんがおっしゃったように、その現場の記者はなんでみたいなことですよね。まあ、だけどともかく例えばとりあえず南の平の方まで行けとかね、うん、もう明日の朝まで帰ってこいとかということで、引き上げが始まる。その理由がよくこう現場がの記者は飲み込めなかったっていうような話を僕は聞いてますけど、うん、だから少なくとも放送局の中ではこれから起こりうる非常に危機的なですね、その被爆のリスクというのを想定して記者なり、まあ、ね、まあ、ディレクターなりにそういった退避の、うん、まあ、連絡をしている一方で、うん、その放送ではそこまで危機感がなく、住民に対してもその避難についてですね、その少なくともその地域はまだ例えば相馬とかであれば全然避難範囲じゃないわけですから、非常にこうギャップがあったのかなというふうには思いますよね。まさにその爆発というのが1号機で起きてくるんですけど、ここにやはりこう様々な謎というか一般の方々がちょっと理解できないようなことが起こってくるわけなので、ここの部分をですね見ていきたいというふうに思っています。で、現時点で皆さんが今共有しているのはですね、福島、まあ、第一原発の爆発したのが15時36分というふうにされていて、まあ、その後にこう煙が出ていったと思うんですけれども、まずこれを最初に伝えたのがちょっと時間を後からもう一回検証したんですけど、改めてちょっと時間をですね見たいんですけれども、今回見て驚いたんですけど、爆発時刻が15時36分で最初に TBS が言及していたんですかねその後に福島中央テレビになるんですか、ちょっとこれごめんなさい、伊藤先生の本の引用なんですけれども、私が確認している限りですね、はい、TBS が15時39分ですね、はい、この時にですね第一報を伝えました。でただですね、その時の内容は3時半ごろ、1号機付近から水蒸気と思われる白い煙が上がっていると、で原因は不明ですということを伝えたんですが、ですからまだ原因はような用語は使ってないですし、まだ未確認情報ということですけども、とりあえず一番最初に TBS がこれを報じたわけですね。なるほど。そしてその後に、先ほどから何度か名前が出てますけど、日本テレビ系列 の、 その福島にあるですねローカル局で、福島中央テレビで、まあ、4分後にですね、それまで全国放送やってたのを切り替えて独自で報道しました。ちょっとこちらの方はですね、多分福島の方以外は見てない内容なんですけれども、短いんですが見ていただきましょう。ちょっと18秒だけ切り取ってみてご覧ください。先ほど1分前、福島第一原発1号機から大きな煙が出ました。大きな煙が出まして、そのまま、その煙が北に向かって流れているのが分かるでしょうか。ここでですね、結構留意すべきなのが、今北に流れているのが分かるでしょうかっていうふうに言ってるんですけれども、この時にですね検証番組でも、福島中央テレビの検証番組でもおっしゃってましたけど、とにかく風向きということにかなり注意をして、事実関係としてはとにかく大きい煙が出てると、でその煙が流れてるのは北ですというような形で伝えたというのが15時40分で、ところがですね、これを報道してから日本テレビが伝えるまでに1時間10分のタイムラグが
ありまして、あの私は直接、まあ、福島中央テレビの方に一度あのお話を、あの伊藤先生があの主催されたシンポジウムでお聞きした時には、やはりあの福島からはとにかく早く流してくれと、今こんな映像が撮れてるんだから流してくれというふうにあの言ったけれども、あのなかなか流さずに流したのがその16時50分になったと。そして、大体それからあのほとんどほぼ同時刻フジテレビ NHK、 それから少し後にあのテレビ朝日がこの爆発というかですね、爆発と当時は言ってないんですけれども、爆発音とかあるいは煙というような形であの伝えていきました。でちょっと日本テレビの1時間後の番組がどうだったのか引き続きご覧いただきましょう。続きまして福島から伝えてもらいます。福島中央テレビからお願いします。はい、福島からお伝えします。原発に関するニュースをお伝えします。福島第一原子力発電所のトラブルで正門の付近では通常のおよそ20倍の放射線量が確認されました。そして共同通信によりますと放射線量はさらに上昇し通常の70倍以上に達したと伝えています。国の原子力安全保安院によりますと、ご覧いただいているのは午後3時36分の福島第一原発の映像です。水蒸気と思われるものが福島第一原発からボンと噴き出しました。水蒸気と思われるものが出たのは福島第一原発1号機付近とみられます。ご覧いただいている映像の向かって左側が福島、第一原発1号機がある建物です。こちらから水蒸気と思われるものが出ました。新しい情報がお伝えします。はい、今福島から伝えてもらったように、福島の原発に動きがあったようです。先ほど映像が流れましたけれども、何か爆発のような煙が上がるような、はい、とその前の、はい、ホワインの説明の時に、はい、爆破弁っていうのを使って、はい、要するにどういうことかというと破壊して、はい、なんていうんですか、ディスクのようなものを破壊して、はい、その流すような、はい、弁のタイプです。例えばこの絵で、ご説明いただけると、これの中には、はい、書いてありませんね、はい、つまりこのいわゆるこの四角の中の原子炉の中にあるこの中、このここから出てくる、ここから出てくるラインで、はい、通常ですとスタッグと呼ばれている、はい、排気筒を通して外で出します、はい、その場合には排気筒にはフィルターがついておりますので、はい、放射性物質が全量出ていくことはございません。全部出ることはない。例えば 90% とか 95% は除去されて出ていきます、はい、ただ出方がちょろ少ないです、はい、それでなんか分かりませんが緊急を要したんだろうと思いますけど、爆破弁というものを使って、はい、あたかも先ほどの絵じゃありませんが、はい、全体にこうなんて言いますか、出るような形で蒸気が充満するような形で出てきました。あれは蒸気ですか。蒸気だと思います。蒸気にとも こちらの映像ですね。はい、ここちょうど爆破されたような形で、蒸気だと思いますか、あれは出てきましたね。これ我々が見ると本当に心配するんですが、その爆破弁というものを使って蒸気を出したという、はい、意図的なものと考えて、意図的なものだと思います。そうですか、意図的なものですか、はいはい、で普通でしたらそこに立っている、はい、立っているスタッグっていうところからその放出するわけです、はい、煙突のようなものがありますね。あ、今ちょっと画面の真ん中に真ん中や煙突のようなもの、あれがスタッグと呼ばれるもの、スタッグと呼ばれてる、はい、あそこから要するに排気筒なんですけど、あそこから出る場合にはフィルターを通して、はい、あそこは出しますので、はい、こんな勢いよく出ることはないと思うんですね。今までの先生のご経験の中ではありますか。こういう、まあ、いや僕は知りません。こういう出し方を、出し方は爆破弁というのを使って出すということは、はい、もう尋常なやり方ではないもんで、はい、よく知りません。緊急避難的なものと、はい、緊急避難的なものだと思います、はいはい、そして先ほど福島からの報告にありましたように放射線レベルが非常に通常の確か20倍という話がありましたが、はい、だからそう、もしかしてそれだけの量をいっぺんにフィルターを通さずにして出せば、はい、そのくらい上がる可能性は十分にありますよね、はい。ご覧いただいている映像は現在の映像ではなくてですね、午後3時36分です。午後3時36分ですから今からちょうど1時間
20分ほど前ですね、1時間20分ほど前に行った福島第一原発でのその、まあ、ガスを抜くような作業で、激しくこのようにガスを抜く、それで圧力が 0.75、はい、75メガパスカルから 0.55 メガパスカルまで、はい、コンマ約あの 0.2 メガパスカルですか、はい、だから2気圧ぐらい、このためにドーンと下がったわけですね、はい、あくまでもこれはその爆破弁というものを使った一つの作業であり、はい、その内圧とありますけれども圧力を下げるための一つの作業ということですか、はいはい、これは危険性というのはどうなんでしょうか。いわゆる一番最悪の危険性というのは例えば格納容器の破壊だと思いますので、はい、それを救うという意味での危険は成功したと思います、はい、ただこれをやる前に、はい、もう少し前に何て言いますか放出を、はい、バルブを使って、はい、徐々に抜いていくってことができなかったのかなと、はいはい、今解説されてたのは東工大学のごめんなさい、教授で、原子炉安全委員会の専門委員でもいらっしゃる、有富正則さんという方でですね、まあ、この中では完全に、まあ、その爆発というよりは、まあ、意図的にその弁を使って、まあ、格納容器の圧力を下げて、まあ、ある種弁当が成功したような形で の, そのコメントになっています、まあ、この時に広川さんはもちろんこれをご覧になってないんですけれども、これは今ご覧になってどういうふうに、これはなんか意図的な悪意みたいなもの以外では考えられないようなことですよね。何が起こってるかっていうことを一社だけが知らないで他が知ってるということは今はもうありえないわけですよね。例えば普通どこの局にでも行けば報道局のところというのは各局全部の画面がそこで映し出されているし、それから BBC もそれから海外のメディアも全部その瞬間に何が流れているかって全部見ているわけですよね。だから一社だけが知らないとか一社だけが別なコメントするときというのはある程度の意図的にこれで行こうという意図がないとそれが流されないわけですよ。先ほどのその何ていうか津波の画面もあれ一社だけがこう流れてて他が知らないから、はい、知らなかったんだっていうふうにこちら思い込んでしまいがちですけれども、実際みんな見てたわけです。そこでだけどそれを無視するっていう形で一社だけの抜け駆けみたいなものに対してのというのと、あるいはそれに対してこのそれを問題にしてしまうことが煽り立てることになってしまうみたいな事故なんでしょうね、規制みたいなものと、それから明らかにその時に守るものは何かといったら、そこに住んでる人を守らなきゃいけない時に逆のメディアが別のものを守ろうとしてしまったわけですね。人間を守るとしたらそこからとにかくもう爆発のもっと前の段階から全部こう危険だからその地から逃げるって言ってたらパニックにならないわけです。それは順番にやっていけば。だけど時にもう自分たちがもう嘘の上乗りをしていくわけですから、安全安全心配ないということで順番にこう越されていくから、いきなりそこで危険だということを自分たちも言い出さなくなって、だからこういうような方便を使いながら何かこう何でもないかのような何とかしてその工夫をしていこうと思うんだと僕は思うんですけどね、うん、毎日新聞のですね今年の2月12日の記事によりますと、まあ、この専門家のですね有富さんという方は核燃料輸送容器の、まあ、検査基準に関して、まあ多額のまあ寄付を受けている上にさらにそれをまあ緩い規制をしたということで報道されている、まあ、いわゆるその、まあ、世でいう原子力村のまあ一角を占めるような方かというふうには思うんですけれども、例えば今 の, そのかなり今5分ぐらいの部分をご覧いただいたミスリードっていうものがですねどういった影響を引き起こしたのかなというふうにいろいろ考えてしまうんですけれども、ここら辺伊藤さんというは実は他の社もみんなこの爆発弁に行っちゃうんですね。この後っていうのはほとんど爆発というのは 今となってはもう本当に爆発してたっていうことはあれなんですけど、当時のこの日の報道はほとんどその専門家はそういう言い方を、まあ、していたんですけれども、どういうふうに今見て思いますか。1時間まあ
以上経っての映像を見て、そういうコメントだったということをどうに捉えたらいいでしょう。さっき下井さんがおっしゃってたようにですね、福島の中央テレビは、4分後に報道して、はい、9分間報道してですね、その後、まあキー局の映像にまた変えてしまったわけですけども、映像としてはもうキー局に流れていたわけですね。それはもう誰もこう皆さんそのことを認めているわけです。それで、流れていたにもかかわらずですね、キー局が流した時間が1時間10分遅れて、はい、各社がですね、みんなその、今ご紹介した日本テレビが16時50分で、その1分後にフジテレビ、 NHK がそのさらに1分後、うん、でそのまあ、10分ほど後にテレビ朝日という爆発が起こったのがですね36分なのにもかか、15時36分ですよね、にもかかわらずここに来て一気にこう密集しているというのが非常に不自然というか、私も、まあ、今回この本でですね、全ての全局を見てですね、改めてこのほぼ同時刻に、報道されたということについて非常に違和感といいますかですね、どういう事態だったのかというふうに思うわけですけども、まあ、その問題に入る前にですね、この福島中央テレビが報道してからですね、かなり遅れてということで考えたときに、日本テレビの広報のですね、方のその記事によるとですね、何が原因かわからないのでそのまんま流すことはできなかったと。で事態を専門家に解説をしてもらってどういうことかはっきりしてから流したためにこれだけ時間かかったっ、ね、全然間違ってますよね。でところがですね1時間半、まあ、1時間10分ですか、はい、時間をかけて専門家でどう報道するかってこと多分検討したと思うんですが、まあ、完全に誤っているわけですよね。でこれはまあ私の試験でしかありませんけども、確かにそのテレビ局はパニックを恐れたんだと思うんです、うんうん、この映像を流してどういう事態を引き起こすかということは多分やっぱり考えたと思うんですね。でそれはですね、まあ報道局としてですねその問題考えざるを得ないというのは私は一面であるかと思います。でところがその爆破でですね放射能が漏れていくということはもう誰もが明らかな事態で、はい、で福島中央テレビはだから風向きはどこの風向きだということをですね、はい、何が原因か分かんなかったけども、うん、とりあえずもうこれは伝える意味があるということで伝えたわけですよね。で福島の方々はですね福島中央テレビだけ見ているわけではないわけでですね、うん、でそしたらキー局がまさにその人命を、人々の健康を重視するという姿勢でやれば1時間10分という差はあまりにも私は大きいと思います、うん、はい、そう思いますね。だからもうちょっと言うとですね、つまりパニックを恐れるあまり人命を軽視したのというところまでちょっと言いたいなとくらいのですね、この判断の遅さというのは非常に、まあ日本テレビ何考えたんだということをちょっと強調したいところですね。それからもう一つですね、やはりこの3局がですねほぼ同時刻になったということをですね、どう考えるべきかということです。で、この時刻にですねこれはまあ確認が必要ですけど、保安院がですね何らか そのプレスリリースか会見を行ってほぼ同じ時刻にこの3つの局がですねこの問題を伝えたということがという、まあ、可能性もあると思うんですけどそれはちょっと確認が必要です。でところがですねだとすればテレビ朝日と TBS は一番最初早いわけですけども実際に TBS が、この爆破を伝えるのはずっとこの後なんですね、うん、実は、はいはい、テレビ朝日の後になるんです、うん、でそうすると何らかの会見が行われてそれに一斉に、テレビが報道したということになればテレビ朝日と TBS が遅れたこともちょっと違和感があるんですね。ここら辺はなんか小田切さん何か調べてらっしゃる順を追って話しますとですね、まあ、実は去年の12月31日福島中央テレビは自分たちはその今回の原発を中心とした報道をどう伝えたのか、まあ、要するに先ほどのその地元では4分後の15時40分に報道して日本テレビとどういうやり取りがあってなぜ遅れたのかも含めて検証してるんですけどその
先ほど、まあ、女性のキャスターがローカル向けには実は1号機から大きな煙が出ましたって言ってるんですね。で日本テレビでは水蒸気がと思われるものがボンと吹き出しました、うん、で最初要するにアナログの要するに原発から17キロ離れたそのアナログのカメラが捉えたのを見た報道フロアの要するにそれは福島地方テレビですね、フロアの連中はそのある人は爆発したって叫び、水蒸気なのか煙なのかよくわからないということになった。まあ、ただ地元の局としてはその原発構内で起きたことは些細なと思われることでももうなんとかどういう言葉で伝えるかっていうのはよほどこう慎重でならなければならないけど報道すべきだと考えたと。ということで先ほどのその福島中央テレビの大橋さんという女性はその原稿がない中で、まあ、まして自分は専門家の中で映像を見ながら要するに1号機から大きな煙が出ましたと。で北の方向へ、向かって流れているのが分かるでしょうかって言ったわけですね、うん、で、まあ、本人はその後、まあ、水蒸気爆発ではないのかとか放射性物質はどれだけ撒き散されたのか、まずこれが危険なのかどこまで危険でないのかっていうのは自分は専門家でないのでそれ以上は言えなかったと。で相方の徳光さんって女性の男性のキャスターがいるんですけど、ともかくわからないんだと。パニックにならない、要するに地元の局の方がパニックにならないようにしつつ今分かっていることをどう伝えるかって非常にこう苦心して慎重になるところは慎重になり言葉遣いをこう選んでるわけですよね。っていうのはこの実は前段にですね当日のこれはお昼前後だと思うんですけど15日の午前中まで実は第一原発のオフサイトセンターが機能してたんですね。稼働してたんです。そうなんですよね。はいはい。で実は当日のこのお昼前後要するに爆発する前に1回目のモニタリング調査をやってるんです、オフサイトセンターで。まあ、実はこの時にまあ、まだ3月のあの時期ですから北風ですよね。で、そのモニタリング調査でどういうデータが出てるかっていうと北西7キロ、北西7キロで15マイクロシーベルト、15マイクロシーベルトで北沿岸部ですね、まっすぐ北6キロで14マイクロシーベルト、まあ、そういう情報っていうのはきっとまあもう四六時中会見やったりその話し声がもう会議室といってもそれはもう大きな声で聞こえてきたりするわけですからその地元の局はそういう状況っていうのも分かってたんだと思うんですよ。で、まあ、だけどそういうこともだけど15時40分の段階ではこれ地元局言えませんよね。だからこそきっと北の方向に流れてるのが分かるでしょうかというのはギリギリの僕はこれきっとまあ、判断だったと思うんですね。それはもう地元の人はちゃんと 理解してくれるかどうかあれですけど、まあ、それが、まあ、1時間10分後の日本テレビに伝わっていったときにそのもちろんキー局の日本テレビに伝えたわけです、まあ、案の定やはり日テレの方からは要するに視聴者に何が起きたのか分かってもらうっていうのが私たちの仕事だと。で映像の意味がわからないのでは伝えられないと、まずどういうことなのか分析しようと、それができるまでは待とうという指示があったんで、まあ、地元の局もそれと煙なのか水蒸気なのか爆発なのかって確たることは言えるものはないわけですから、じゃあそうしましょうというふうになったわけですよね。で1時間、10分後になったんですけど、実は要するに福島 その県庁の隣にある市会館に5台ぐらいテレビを置いてあるわけですよ、対策本部だとか会見所にね、はい、で地元の福島地方テレビの画面を見てた県の職員だとか記者はもう唖然呆然というかもうなんだこれはみたいなことですよね、うん、そうですよ ね当然それを見た各局はいや実はと地元の福島中央テレビはこんな映像を撮ったっていうのはもうキー局に伝わりますし、まあ、新聞であれば当然本社のデスクだとかにこう上がっていきますよね。
で、そうこうしているときにその実はもう官邸にも僕はこれ情報言ってたんじゃないかなと思うんですよ。あの実は福島県警の警備課、まあ、近くで要するに双葉厚生病院っていうのがあるんです。原発から3キロぐらい離れた病院の前で、まあ、あ地元の福島県警の警備課の警官が、まあ、あ避難の手助けをしてたわけですね、はい、でそれで見えたわけですよ。で、まあ、彼はあのその後の取材に答えて何どう言ってるかっていうと、煙のような白い綿のような細かいものがわーっと湧き上がっていたと。それは福島県警本部を通じて警察庁官邸に行ったっていう記録が、まあ、福島県警本部には残ってると、うん、で、同じ頃にその神奈川県警のヘリコプターからも同じ報告、まあ、要するに応援に来てたわけですね神奈川県警が、で15時40分に改めて福島県警のヘリコプターも原発建屋の要するに1号機の建屋が吹き飛んでるのを確認して第2報として官邸に報告して、危機管理センターに、あの、まあ、でも官邸も日本テレビと同じような反応なんですよね。これ要するに東電からの爆発情報がないとないじゃないかと、半信半疑だと、まあ、結局せっかくの情報がまあ混乱で埋もれてしまったっていうふうに僕は聞いてますし、その福島中央テレビの検証でもそうですよね、でそういうことがあって日本テレビが報道した後に17時にホワイトが会見するわけで、ホワイトの会見も情けないことに映像以上の情報はありませんと。でここが大事なんですね。官邸とも調整して情報を集約中です。なんで調整する必要が、どこと調整してるのってことですよね、うん。で、保安院の会見よりも他の社は早く出す、一応発表は早いんです。まあそうですね、だからタイミングがなんか合っちゃった、うん、合っちゃったっていうのが不思議ですけれども、ね、合っていると、うん、で、あの第一原発 その所長の吉田さんも比較的強い揺れを感じたと、15時40分ごろ、うん、で1号機付近で煙が上がっているのを確認したっていう、これは文書で国とか県に送ってるんですね、16時27分付で。ですからもう そういう総合的な警察、現場にいる警察の情報、ヘリグの情報を、まあ、吉田所長の文書で、この地元の局が捉えた映像、それをトータルでこう判断すればですね、何が起きたかっていうのは、まあ、おのずから明らかなわけですよね。で、それをどうきっと、まあ、調整というのはどういう言葉でどういう手順で誰がどう発表するのか、まあ、だけど情報もう福島県 その5台のテレビを見てた各局の記者だとか県の職員はもうそれは呆然として、これどう見たって爆発だろうって声もあれば、いや何だろうって、まあ、いろいろな声があったそうですけど、もうそういうことがその危機局に伝わったりすればもうそれは各局それなりに判断していきますよね、うん、それは保安院の会見の前だろうが、いずれにしても非常にこうタイムラグがあったと。で、あの今の話だとその官邸にも伝えたということですけど、あの菅総理をはじめとしてあの周辺の人たちはテレビで日本テレビを見て初めて知ったということは、そこの回路もつながってなかったっていう、まあ、そこの情報のやり取りが悪かったと言われてましたけど、まあ、あの一つありますよね、うん、で、あの私も例えば双葉町のですね、井戸川町長の話を直接聞いたところによると、やっぱすごく音とですね、灰がこう降ってきたわけです、灰っていうか、まあその塵みたいなのが降ってきたので、まあ、本当にすごい爆発だったわけですね、うん、だからそういう意味ではそこのところの情報というのが、まあ、警察が多分、はい、あの一番最初に掴んだと思うんですけども、あのストレートに入ってこずにすごくまあ時間かかってしまったのかなというふうに思うんですけど、多分あのそうは言っても1時間経ったら普通はですね、日本のそのまあ情報力からするともうちょっと正しい把握というですかね、あの大きい音とともにその爆発したというふうに言えると思うんですけど、うん、そうじゃないと。でこれ一つですね、あのNHK でもあの報道している16時52分 の、ね、あのやはり同じような形なんですけれども、あの少し見ていただきたいというふうに思います。今原子力発電所に関する新しい情報です。経済産業省の原子力安全保安院などによりますと、福島第一原子力発電所で今日午後4時ごろ1号機のあたりで爆発音が聞こえた後、煙のようなものを目撃したという情報が原発にいた人から寄せられました。原子力安全保安院はまだ詳しいことは分かっていないということで状況を調べています。東京電力福島事務所は先ほどから会見し、
午後3時半ごろ福島第一原発の周辺でドンという爆発音がした。その10分後に白い煙のようなものが見えるという情報が入った。作業員数人が怪我をしていると話しています。また福島県警察本部が情報の確認を進めています。今ご覧いただいているのは福島第一原発の午後2時ごろの映像です。スタジオには東京大学教授の関村直人さんにもお越しいただきました。関村さんはですね、この情報をお聞きになってどのような印象ですか？今の、はい、爆発的なということですか、はいはい、今、格納容器の圧力を下げるという作業をしておりますので、はい、その一環として弁を一気に、まあ、弁を爆破弁というものはあるんですが、はい、そのような弁を作動させて、まあ、一気に圧力を抜いたというようなこともあり得るのかなと思ってます。ちょっとまだ情報がございませんので、よく、はい、分からないところが多いと思います、はい、爆破弁というものはどういうものなんでしょうか？はい、圧力が高まった場合に、まあ、そこを一気に圧力を低めるために用意されているような弁、はい、こういうものが一部あるというふうにありますので、まあ、そういう面は作動させたのかというふうに考えています、はい。まあ、今が NHK のコメントで、今のお話をされているのがかなり最初の頃に頻繁に NHK に出演されていた関村さんという関村直人さんという東京大学で経産省のですね、原子炉やっぱり安全小委員会の委員でいらっしゃる方なんですよね。でそういう意味では、まあ、同じようなコメントをされていてですね、なんていうんですかね、まあ、事態の深刻さというか放射能の漏れとかですね、情報がないけど可能性があるとかないとか、あるいは情報が入っていませんとかっていういろんな言いようがある中で、なかなかそういう言葉がやっぱり出てこないなというのを強く感じるんですけれども、伊藤さんちょっと書いてらっしゃるんですけれども、本の中でこの頃というのはかなりその民放の中とかでもですね、非常にこう危機感が強く、徐々にまあ NHK などでもですね、非常にこう深刻な事態であるというようなことには触れてくるんですけれども、逆に実は12日を超えてくるとですね、逆な作用というか、割とこう慎重な物言いがかえってこう強まるような感じもするんですけれども、伊藤さん、ここら辺っていうのはどういうふうに多分ここら辺がそのピークというか、はい、もう本当に大変な爆発が起きたと、ね、でむしろここからが本格的な取材に入っていくんじゃないかと思えるのですけれども、むしろここからですね、こうトーンが下がって、アナウンサーなんかも下がっていくんですよね。そこら辺というのは伊藤さん、どういうふうに、はい、まずですね、この12日の爆破のですね、至る経緯のところで、テレビで繰り返し言われたのは、そのベントに関しても、これはコントロールされた中でのベントなんだと、だからフィルターを通しているし、放射能はまあ、ごくわずかしか漏れないんだってことを繰り返し言ってたんですね。でところがそのコントロールされた中身は全くわからないわけですね。どれくらいの時間であるとかっていうですね、まあ、繰り返しでもそのコントロールされて管理された中での弁当だから大丈夫であるっていうことを、まあ、自らまあ神話を作っていったと思うんですね。でところが、この爆破が起きてですね、でしかも、この日本テレビそれから NHK もですね、ストレートにその問題を直視してどう解説するかというには爆破弁というですね、うん、という形で解説をして、もうなんとかやっぱりこう事態を的確に把握するようにはパニックが起きないようにってもう終始していたと思うんですね。で、まあ、これが12日だと思いますけども、視聴者としてですね、この爆破があったらもっと危機意識を持って伝えてくれるだろうというふうに期待するわけですよね。事態をも正確に多角的にこう伝えてくれるんじゃないかっていうですね。でところが、まあ、私が検証した限りでは実は13日から全く別のベクトルだったと思うんですね。で一つは先ほどお話したようにですね、その炉心溶融という言葉が消えていきますし、はい、で実際に炉心溶融が始まっていたにもかかわらずですね、しかも、官房長官ですらそのことを言及するという事態の中でもですね、炉心を
開けてみないとわからないでしょまあそれはそうですねそれは可能性でしかないんだっていうですね、全て実際に何起きてるかわからないんだから、炉心溶融であるとかですね、メルトスルーであるとか、それは単に可能性でしかないんだというですね、言葉遣いが繰り返し専門家から出てくるんですね。ですからむしろこれも試験ですけど、12日の爆破でどれだけ危険性が高まったかということがまさにこう多く知れ渡る中で、むしろそうであるからこそ、いや安心ですと、大丈夫ですっていうですね、いわばこうバックラッシュって言いますかね、というふうな解説が実はもう13日14日続いていくという事態だったと思います。最後のですね、これから先ほどの4項目目の被爆のリスクというかですね、13日以降のことを見ていきたいと思うんですけれども、まあ、13日から16日、とっても簡単なフリップで、この間実はもう本当に危機的な今ですね、例えば朝日新聞のですね、プロメテウスの罠ですとか、あるいはその、メルトダウンですとか、いろいろこう当時の振り返ったようなルポを見るとですね、どれだけこの14日と15日あたりっていうのは大変なことが起きてたんだろうっていうことを改めて感じるわけで、当然私もこの期間というのは非常に危機を持っていましたし、14日 の朝にはもう娘たち東京から離さないといけないかなというふうに思ってですね、新幹線乗せたりとか、とにかくそういうような危機的な状態だったんですけれども、ちょっと振り返ると13日にですね、実は3号機爆発の可能性というのはコメントしてるんですけど、この前、10時48分にですね、ここにあります通りに正門で、1ミリシーベルトパーは1時間で毎時1ミリぐらいの放射線量を計測されています。それから14日に入って、黒い煙も出た3号機の爆発が起きます。そして、次にですね、今度は2号機と4号機が同時にもう危うくなってきまして、15日に、相次いで爆発オンというふうに言われてますけれども、起きてきてというような流れになっていて、この間14日と15日の間にはですね、実は、今になっていろいろそうだとかそうじゃないとかって言われてますけれども、東京電力の清水社長がその全面的に撤退すると、あるいは撤退すると言ったとか言わないっていうようなことで今その、揉めておりますけれども、そういった全員撤退するのではないかというような危機も起きていたというような13日から15日16日の動きなんですけれども、今伊藤さんがおっしゃったようにですね、初動からですね、爆発までもかなりその何が起きているかわからない放送局がこう混乱しながらいろいろ問題のある報道もしてきたんですけれども、私が見たところ後になればなるほどひどくなっていくっていうようなところが実はありまして、例えば今までだったらその例えば五重の壁があるから大丈夫ですとか、格納容器は健全ですとかっていう感じのことを言っていたのが、爆発した瞬間にですね、放射能は安全ですというような、ある種その今までの五重の壁が何のためにあったのかなっていうのが今一つわからないような報道にこう切り替わっていく。しかも15日16日ではとっても放射線量がですね、関東まで高くやってきていたということなんですけれども、ちょっとですね、13日この時にはですね、ちょっと補足しておきますと、広川隆一さんはこの13日の午前中に双葉町に入られていますので、この1ミリシーベルトパワーをですね、超えたというふうに政府自体もその計測していた、この頃に多分おそらく疲れたんじゃないかなというふうに思います。でこの日にですね、こういう解説がされるようになりました。見ていただきたいのは15時56分のですね、フジテレビなんですけれども、3号機でですね、180.8 マイクロシーベルトが計測されたということで、じゃあこの高さというのはどういう高さなのかっていうようなことを解説するような、だんだんこう放射線
あの物質はもう出てることは前提にいつの間にかなってきてですね、あの出てその放射性物質が危ないのか危なくないのかっていう話にあのなってくるんですけども、ちょっと典型的な映像をご覧いただきましょう。さて、あの先ほど佐田さんに話を伺っていてちょっと途中になってしまったんですが、はい、その検出された、福島原発の3号機で、はい、測定された放射線の量、最終的には 184.1 マイクロシーベルトということで、はい、東京ニューヨーク間 で、はい、の普通に旅行した場合に航空機に乗っていても、はい、まあ、浴びる程度の量であるということで、はい、こちらに本当に参考までなんですが、はい、このような図を作ってみました。はい、普通の私たち の、 あの胸の X 線を受けるときに大体300マイクロシーベルト、はい、これを浴びることになると。はいはい、で、人が1年間で浴びられる放射線の量の限度というのが1015、はいはい、でがんの治療などを受けるときに例えば局部に当てますね、放射線治療をします、それが大体6万、はい、というふうなことなわけで、はいはい、その200ぐらい、つまり 184.1 というのはこのエクセン写真よりも低い値であるということで、これは安全な基準のうちというふうに考えていいと。そうですね、はい、それで184というのはですね、これあのちょっと単位が、まあ、ややこしいと言いましょうか、難しいんですけれど、はい、マイクロシーベルト時間あたりということで、はい、その場所に1時間あのずっと立っていればそれだけ浴びると。ですからあの通過するぐらいだと、はい、まあ、なきに等しいと言えば言い過ぎですけれども、ほんのはそのわずかになると。なるほど。1000分の1とかですね、そんな感じですね。はい、で一方のですね、昨日福島あの第一号機の方でですね、はい、あのちょ今の映像出てますが、これあの多分除染ですか、の作業だと思うんですけれども、はい、あの実はですね、はい、あの半径20キロ圏内の方たちに退避命令が出ました。はいはい、で近くの病院からですね、はい、退避をしようとして、はい、その自衛隊の航空機を待っていた患者さんやそれから職員の方々が被爆するという、事態が発生しました。でこれはその時の方たちに対しての除染と言われる作業なんですが、はい、自衛隊員が今やっています。この除染という作業、誰かシャワーみたいなものをかけているようなんですが、はい、これは具体的にどういうことをするんでしょうか。はい、まずですね、なぜ、この方たちがその放射線を浴びたかということなんですが、どうやらですね、先ほどあの、はい、インタビューの中にありましたけれども、白い粉のようなものちょっと降ってきたっておっしゃってましたけれども、あ、はい、あの昨日1号機 の、 あの格納容器の外の建屋が、はい、水素爆弾で吹き飛びましたけれども、はい、その時にですね、あの水素が溜まってるんですけど、同時にその蒸気が出てるわけで、この溜まってたものですね、はい、水素によって爆発してるんですけれども、それは蒸気とかですね、その蒸気の中に、ね、はい、あの放射性物質が入っては混じってたわけですね。そういうものが一緒に飛んでいったと。で、まあ、白いものが飛んできたというのは多分この、コンクリートというか部材の何かが飛んできたんだと思うんですね。はい、でそういうものが飛んできて、どうも頭についたらしいと。ですからその退避する時の、車かヘリかなんかですか、はい、そうです、待っておられる時に、まあ、本当であれば何か帽子をかぶったりとかですね、肌を露出させないようにやっておけばよかったんですけど、はい、まあ、普通に待っておられたんだと思うんですね。はい、でたまたまその時にその水素爆発によって一緒に飛んできたと考えられますね。なるほど、それによって、はい、まあ、被爆をしてしまった。はいはい、この情報によりますと、その病院から皆さん今、お話しされていたのは東京工業大学のですね、原子炉工学研究所エネルギー工学部門の澤田哲夫さんというですね、教授なんですけれども、前半にこの時期にたくさん、まあ、テレビに出てらして、そして今 の、 フリップでですね、その東京ニューヨーク間 の、 その飛行機とかですね、 X 線との比較だったりっていうような放射線量のこう比較というのはたくさんされてたんですけれども、まあ、広川さんはチェルノブイリとかですね、その過去取材もされてきておりますし、まあ、健康被害については最もお詳しい一人だというふうに思うんですけれども、まあ、この間そのこういう説明というのがかなり繰り返し行われていましたが、これについてはどういうふうに、まあ、これをご覧になったのは、まあ、これもまたずっと後のことになったのかもしれないんですけれども、前者が専門家として読んだ人が同じ発言をしましたよね。それが非常に不思議だったですね。あんなにたった
日本からニューヨークまでの距離っていうことと、それから CT スキャンなり、それから確かに X 線とか、たったそんだけのことを言う以外のことは何も喋ってないんですよ。確かになんで成田とパリじゃなかったのかっていうのも不思議なぐらいに全部ニューヨークでしたね。みんな同じだった、はい、だからもうそれもなんか筋書きのなんかが渡されて、あの人たちはちゃんと役割を果たしたんだと思うんですけれども、その時になんか普通考えてそんなことおかしいっていう人もたくさんいたんですけれども、その声一切そのメディアは跳ねつけましたよね。だから僕はそのメディアの犯罪というものは、一つはその先ほどみたいにその爆発のシーンというものを1時間遅らせる、これは故意の隠匿に当たると思うんですよね。その間に起こって真実を伝えることを止めたわけですから、だからそれ子供でだってあれを見てて、あ、爆発したってすぐ分かるようなことで、はい、それを判断するのがそんな専門家でも何でもなく、専門家っていうのはたったあんな X 線は何どれぐらい出るんだって、そんなことしか言えないような人たちを全社揃えたわけですね、ここで。それでそのことによって違うという人たちは何を言ってるんだと、自然放射能と人工放射能の違いさえも分からないのかっていう、そんなのは高等学校や大学でちょっとそういうことをかじった人だったら誰だと分かるわけですよね。現地のチェルノブイリの後でその向こうの展覧会なんかに行って、それで自然のそれものすごい被害を受けたところでの説明でやっぱり同じこと言ってたわけです。原発側っていうのは自然界には放射能がこんだけあるんだと、1年間でこんだけ浴びてしまうんだと、だから今こんだけ浴びたって大丈夫だっていうようなことを言ってるわけですね。あの時も同じトリックで、今でも世界中同じことを25年前と同じことを今も言ってるわけですね。そういうようなことの時にそれを跳ね返す言葉として、人工放射能、つまり核分裂を起こるようなもの、セシウムとかそれから要素とか、それからその他のこのプルトニウムとかそういうようなものに関して、自然界で受ける我々の体っていうのはそれを慣れるまで、自然界のものだけでも慣れるまでこんなにかかってきてて、それである一人の人が水泳してる絵がそこに書いてあったんですよ。背中に一つ自然放射能っていう重しが置いてあるんです。それでもその人はやっと泳げるようになったと、こんだけ何百万年もかかって泳げるようになったわけですね。でそこの上に今度は人工放射能っていうのを上にポンと置くんです。そうするとその人が沈んでしまうっていう、すごい分かりやすい絵だったんですね。しかももう一つの点は、その外から来る外部の放射能のことばっかり喋ってるけれども、内部被曝のことは一切省いたって。それだってあの時に誰かそのなんかメディアの人がたった一人でもいいから突っ込めばいいんだけれども、誰もそれ言わないんですね。もうその先生が言うことを言わ、そのことを言わせるためにちゃんとお膳立てをしてあげてるっていう、そういう機会になってしまったわけです、メディアが。だからそれに関してもものすごいこれは大きな責任が問われる問題だと僕は思いますね。とにかくですね、この頃っていうのはとにかく専門家が全ての番組に出てきてですね、でその専門家の言ってることに、そのスタジオの他の、例えばキャスターですとか記者も、反論したり突っ込んだりできないというか、同調するような形でそれがもう強化されていくっていうことが、繰り返されているわけなんですけど、ちょっと次々と見ていただきたいのは TBS なんですけれども、同じ13日の17時9分からなんですけれども、東京大学特任教授のですね、諸屑宗男さんも、よく番組に出てらした方ですけれど、とあと松尾解説委員、お二人がですね、スリーマイルの事故と比較されていますけれども、こちらの方もちょっとお聞きいただければと思います。スリーマイルアイランド、その後チェルノブイリもありましたけれども、今回のその事故とそのスリーマイル島の事故と比較して、どちらの方がその深刻度がそのより大きいというふうに考えられますか？スリーマイルの時には、その外にやっぱり放射能が大量にやっぱり出ておりますので、今回はその建物は壊れましたけども、その圧力容器、格納容器の健全性は維持しておりますので、中がその溶融しているというその情報もありますけども、中の燃料の破損状況も、スリーマイルの時よりは軽微なんではないかと、溶けてる部分も、ありそうですけども、
全部溶けたとか、はい、そういうような状況ではないと考えられますので、まだですね、今の状態、これから予断を許しませんけども、はい、今の状態はですね、まだそこにあの3マイルの状態までは行ってないというふうに考えてもいいんではないかと思います、はい、今回の対応ですね、でそもそもその過去最大の津波を上回る地震学的に想定される最大級の津波を数値シミュレーションにより評価し、重要施設の安全性を確認していますというふうにですね、東京電力はこの福島原発の津波の対策についてはこう公表してるんですね、はいはい、でこれでもやっぱり間に合わなかったというのが今回のことというふうに考えるしかないんですか、はいはいはい、やはりどこまでですね、安全ならば十分安全なのかというのはですね、長い間の関係者の、はい、問いでもあるんですけども、過去起きた最大級の地震に、耐えるように設計しておくというのが基本的な考え方なんですね、はい、で今回起きた地震というのが、はい、不幸にも過去起きたものを上回るものであったがために、はい、設計上想定していた、ものがですね、はい、動かなかったと、具体的に言えば非常用電源設備というものが動かなかったと、ね、はい、この今までの取り組みというのは、まあ、その一定の評価はできるということでしょうか、はい、私は個人的にはですね、うん、はい、今回の対策です、対応ですね、あれだけその全ての安全装置がですね、うん、電気がないがために、働かなかったと、うん、それでもその怪我人は何人か出しましたけども、はい、建物も壊れましたけども、格納容器の中に、大量の放射性物質を閉じ込めて、あの原子炉はおそらくもうあと使えない可能性が高いんですけども、はい、それでも閉じ込めるというその最小限のですね、安全を維持したというのは、これは素晴らしいことではないかと思います。被爆さ、まあ、被爆と言っていいのかどうか、はい、今の段階では分かりませんよね、はいはい、外部のとか住民の方がですね、被爆されたという報道がされてるんですけども、はい、あれはですね、放射性物質が衣服とか、靴に、はい、ついたということで、それが検出されたということでありまして、はい、あれを被爆というのはちょっと正確ではなくて、汚染されたと、汚染、はい、衣服とか靴が放射性物質で汚染されたというのが正確な表現だと思います。これは伊藤さん、いや私もここで本で書き起こして全文載せたんですけど、いやもう開いた口がもう塞がらないという状況この諸葛さんという方はですね、3月30日の段階で、まあ、これからずっと後になるんですけれども、その段階でもうその昔の核実験の時代はその今よりも、ね、セシウムの濃度が1万倍高かったというようなことをおっしゃっていて、なかなかその今回の事故のですね、被爆とか、まあ、そのについてもきちんとしたというか情報を提供しているというふうには、まあ、思えないような感じではあるんですけれども、つまり13日14、15っていうのは、まあ、本当に放射性物質がですね、どんどんこう放出していって危機的な状況なわけですよね。でこれはもうこの専門家を、まあ、起用したこととかですね、まあ、そういったこと自体も検証されなければならないと思うんですけど、伊藤さん、このなんというかこう、まあ、スタジオで展開されているこのやり取りっていうのをどういうふうにその先ほどのですね、澤田さんですか、はい、もそうですし、それから、今のですね、諸葛さんもそうだと思うんですけども、放射線医学とかですね、その全く素人ですよね、実は原子力工学が専門でですね、でそういう人たちをですね、この場面でああいう形でテレビが語らせてるわけですよね。でそのことをどう捉えるかということはまず一つ大きな問題だと思うんですね。それから、私が、まあ、テレビ全体こう全局見て検証するとですね、停戦用被爆の問題についてその言葉すら一度も出てこないんですね。
で、その問題を取り上げるという局もどこもなかった。でやっぱり NHK はですね、科学文化部を持っていてですね、そのことを知らなかったはずはありえないと思うんです。でところが NHK の中でもその問題をですね取り上げるってことは一度もなくですね、で一方でその飛行機でニューヨークに行った場合とかですね、CT スキャン受けた場合っていうですね、いうあのテロップで説明するっていうですね。だから、まあ、僕から見ると本当にテレビが提示しているその知っていうか知識っていうのは何だと、うん、いうことを本当にまあ強く思う場面ですね。ちょっと TBS 続いていますけれども、ちょっと長いんですけれども、本当にあの疑問に感じるものが多くてですね、同じく13日の20時31分に、メルトダウンの可能性について、すでにあの2日前に炉心溶融という話があの出てるんですけれども、寺井、高幸東京大学教授が、ゲストとして出ている部分もちょっとあのご覧いただきたいというふうに思います。今この第一原発がどうなっているかをですね、確認したいんですが、まずですね、第一原発の第一号機はですね、12日に水素爆発を起こしました、そして今懸念されているのはこの今枝野官房長官がコメントしたこの3号機ですね、こちらは水素爆発の可能性がということなんですが、これどうご覧になりますか。可能性ということでありまして、水素爆発がすでに起こるとかですね、将来可能性ということだけですから、まだ今それが起こらないように、全力を挙げて現場で対応しておられるということだと思います。なるほど。3号機についてはですね、枝野官房長官が、今日の、午後ですね15時半に、水素爆発の可能性に言及しているということでありますね、ですから今状況としてはその水位が上がらないということは、燃料棒が露出しているという状況でしょうか。それも先ほど官房長官おっしゃっておられたと思うんですけども、その可能性は否定できないということだと思うんですね、ですから、ただその水位が上がらないからといってですね、実際にそれがそのメルトダウンにつながるとかそういうことでは全くなくてですね、一部燃料棒が溶けるという可能性はありますけれども、そういった状況かなと思います。なるほど。みんなが心配しているのはですね、その、メルトダウンという、炉心が溶けてしまうと、そうなると放射性物質が外に漏れてしまうわけですね、その状況というのが果たしてメルトダウンと呼ばれるものが起きているかどうかなんですが、1号機2号機3号機で可能性としてはどうお考えですか。これはメルトダウンという言葉の使い方によると思うんですけれども、燃料が一部溶けてるということは可能性として非常に大きいと思います。これは官房長官おっしゃっておられた通りだと思います、官房長官は1号機はメルトダウンの可能性があるという形でおっしゃっています、でただメルトダウンと言いますのは燃料の大部分が溶けてしまうと、つまり燃料っていうのは本来燃料集合体っていうものからできてるんですけれども、実はウラン燃料、これは酸化物のペレット、セラミックスのペレットなんですが、それがジルコニウム合金といいます、金属の鞘の中に入ってるんですね。ですから普通は核分裂生成物である、いわゆる死の灰と呼ばれるやつですが、あれは出てこないんですけども、それが被覆管が溶けてしまいますとですね、そこを防御する力がなくなりますから、放射性物質が出てくるということになります。ただ実際にはですね、仮にそれが起きたとしてもまだバリアがたくさんございまして、実は一番内側に原子炉圧力容器というのがありますね、これ原子炉の本体ですね、でその外に原子炉格納容器というのが今度あります、でこれもやはり鋼鉄製 の入れ物なんですね、でその一番外側に実は原子炉建屋というのがありまして、これが1号機で、昨日ですね、水素爆発を起こしたというものになるわけですね、ですから仮にメルトダウンが起こったとしても、あるいは燃料体の一部が溶けて放射性物質が燃料から出てきたとしてもですね、外部に出てくるには二重三重のバリアがあると、まだ1号機については二重残ってるわけですね。はい、こういう形でですね、とにかくその最悪のケースというか悪いケースを予測することが、ほとんど行われないという中で、この日はですね、13日にその海江田
経産大臣がですね計画停電を発表したりとかそういうことで報道もどっちかというと中心はですねそちらの方にこうわーというふうに移っていった時期になんですけれども、実はこの日のですねこのちょうど TBS の報道の少し後にアワープラネット TV ではまさに広川さんたちが双葉町に入ったそのリポートをインターネットで配信しました。で広川さんがですね、非常に高い線量をその双葉町の、で計測されて、それがもうメーターが振り切れているというような話を聞いて、でジャーナリストの渡井武晴さんに電話をしたら、たまたま運よくつながって、で最終的にはその、旅館ですかね、どちらか旅館にいらした時にインターネットが接続できる環境だった。非常に ひどい映像ではあったんですけれども、とにかく情報を伝えないとこの報道だとですね何が起こっているかわからないのではないかということで配信したのが一晩で10万、今20万以上の方が見ていただいているような状態なんですけども、ちょっとその時のですね実際本当はどういうことが起きてたのかというのが映像が汚いんですけど、少しこう雰囲気を見ていただければというふうに思います。今日午前中ですね、双葉町に、入りました。で我々ビジュアル日本ビジュアルジャーナリスト協会のメンバーと、それからデイズジャパンの編集長の広川さんと、で我々は私森泉、それから渡井、山と、それから、誰だ野田、それから、豊田の5人のメンバーと、広川さんと6人で入ったんですね。で放射線測定器を3種類の測定器を3台持って、1台ずつね持っていって、国土28号線を、それでその双葉町に入った頃からはちょっと自分のその景気がおかしいんじゃないかと思うぐらいの触れ方をしまして、これはちょっと自分には信じられなかったんですけれども、確認は取れてません。これ町の役場に行く通じる道路なんですけどね、看板が標語が出てるんですよ。原子力強度の発展豊かな未来っていうね。初めてリアルに放射脳がこう放出されて非常に高まってるっていうのを実感として感じることができたのはもう本当にこの時に初めてだったんですけれども、広川さんも現地に、13日に午前中に入られて、ちょうどその時間帯っていうのはもう他のテレビ局では先ほどのような形でですね放射能が漏れていても、直ちに影響がないと。で広川さんたちのビデオを見たらですね本当に皆さんが病院とかに行って測っても非常に高いと、とにかくこのままじゃまずいということで逃げますよね。そのギャップっていうのが非常にこう強く感じたんですけれども、その時広川さんの中にいらして、実際にその過去の取材と比べてどういうふうにお感じになったんでしょうか。チェルノブイリにはだいたい50回ぐらい行ったんですけど、その時に機械を持ってないと自分が安全なところにいるのか危険なところにいるのか全くわからないので、あれを信じるほかないわけですね。それでその機械がこれぐらい振り切れてきたからちょっとコンクリートの上だけにしようとか、草むらに入ってたのを抜けようとか、そういうような判断したり車に乗ろうとかやるわけなんですけど、だけどその、僕の機械が振り切れるってことはほとんどなかったんですよ、一回もチェルノブイリで。それが双葉町で安全でしかも放射能もほとんど出てないっていう、そういうような人々が逃げたのは万が一だって、そういうようなことだけ言われたところで自分の機械が振り切れてしまうっていうことは全く自分が裸になったのと同じことになるんですね。どうしていいのかわからない、判断の基準がなくなってしまって、その振り切れてるのがちょっと振り切れたのか、それとも何百倍も振り切れてるのか、そういう判断もできないわけですからね。ところがその一般の人たちは安全だと言われてるから、その町のところにどん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 帰ってくるわけです。今のうちに
万が一なんだから、ちょっと逃げただけだと、それでしかも放射能あんまり足してないから安全だというふうにずっと言われてたんだったら、じゃあ今のうちにペットに餌をあげよう行こうとか、それから預金通帳を取りに帰ろうとかみんな思って、それでどんどん戻ってくるんですけど、その人たちをもう車でその道でせき止めて、とにかくそこからお願いですから U ターンしてくださいって、数字がこんなに出てるんですという形で、もうだからその段階からもう僕はジャーナリストでも何でもなくて、ただそれを知らせるって。だけど向こうの方はさっきも言いました、その嘘の上塗りっていうのか、安全の上塗りをするために一回安全でしたものを急に危険だと言えないっていう、そういうことがあったんだと思うんですけどね。当然20キロ圏がから出なさいって言ったんだけど、20キロ圏で検問所があると僕は思ってたんですけど、そういうものなくて、それでそのまま入っていけるっていう、だから人々も入ってくるという、そんな状況がありました。だからその人たちをほっとくとものすごい被爆してしまう。それでだけどあの時に僕らがそういうことを発表した後でわっと来たのは、あなたの機械は壊れてたんでしょっていう、そのあれですよね。それでしかもたくさんのその頃モニタリングポイントの数字を発表し始めてると、原発当局が。だからそこの中にも高い数字っていうのはないんだっていう、そういうことを2つ言われました。だけど壊れてるって言ったって3台の機械がいっぺんに壊れるなんてことはありえない話だと。それからそれにしてもそのたくさんの数値が発表されている電力会社のそれが危険な値を示しているのは非常に不思議だったんですけど、だけどあの時からようやく2ヶ月後になってから5月28日に私がいた方向に向かって、そこの方向にあったモニタリングポストの数値がやっと発表されるんですね。確かに広川さんたち その取材というかね、映像とか記録を見ますと、とにかくその車がひっきりなしにこう走ってますよね。それから役所とかに行っても、その普通にマスクしてないおじさんがこううろうろ残ってらっしゃる方がいたりとかして、それをまあ早く逃げなさいとかっていう形でおっしゃったりとかっていうことで、割とこうやっぱりすごくのんびりというか、事態をほとんどの方が理解されてないのかなっていうのもすごく感じました。で実際にその、皆さん の, 報道というか取材によって、危険だと思って、それでもちろん20キロ圏以外の方々もの中にもその危機を感じて逃げたりとかっていう方もいたんですけれども、なかなかその非常にギャップがあるので、先ほどあったような抽象というか、むしろそっちが間違ってんじゃないかっていうね、私たちのところにも、広川さんたちのリポートだけでなくて他のいくつかの記事を載せていたんですけれども、あまりにもテレビが違うんだけどどうしてなんだというような問い合わせの電話が相次いだり、あるいは情報が逆に寄せられたりということだったんですけど、心当たりというのは小田切さんはこの頃どういうふうにお感じになっていらっしゃるか。その20キロ圏に拡大した時に、福島民報って地元の新聞があるんですけど、実はカメラマンがそのもう非常に対照的なシーンを撮ってるんですよね。警官は防護服、住民は普段着のまま、要するにもう警官はもう防護服でマスクして眼鏡して、もう何つって言いますか、例のもう完全防備ですよね。で住民はもう普段に、当然マスクもしてなければ何もですよね。もうそれこそ 2,3 日ちょっと避難しますからみたいな感じで、やっぱりその写真って非常にこう象徴的で、だけどそれは福島県内では読まれてるけど、東京だとかね、よっぽどこう興味関心だとか、もちろん福島民報も民友も東京支社があって、そこには新聞来たりしてても、よほどどっこでしょって感じで興味関心を持って、じゃあ支社までちょっと福島本当どうなってるのかって毎日通ったりってことはしませんよね。テレビはましてや地元のローカル報道っていうのはもう視聴できないと、実はその先ほどの15日の午前中お昼ぐらいまで稼働したオフサイトセンターが、その3号機が爆発する前に1号機と3号機の損傷率っていうのを、それはどうやら東電がその限られた情報の中で推測して、推定したもののようですけど、それでも1号機の炉心の損傷率は 50%、 3号機は 30%、
まあ、そういう情報がオフサイトセンターは把握してて、まあ、オフサイトセンターが把握してたのを、まあ、その本庁なり官邸に上げないわけはないわけで、まあ、そういうのがその、まあ、隠されていく、まあ、セシウムは食べても大丈夫だって言った専門家もいましたけど、そのちょっと考えれば分かりますよね。あの X 線だとかその要するに医療目的で、まあ、これは治療だとか健康診断のためにいい、まあ、そういう放射線を浴びるんだっていうのと、まあ、例えば用事があって飛行機に乗って、まあ、成田だとパリでも、まあ、どこでもいいんですけど、そのいうものと全然こうちょっと考えれば、まあ、そういう、 こう目的を持ってやってるものと目的外っていうか、まあ、本来は浴びなくてもいいものを、まあ、浴びるという、まあ、非常にこう巧妙な、まあ、情報操作って言ったらいいのか、まあ、先ほどの、 あの、まあ、まあ僕が大学で教えてる学生はその計画停電ではなくて無計画停電だったんじゃないのかって、コメントを書いてましたけど、そのやはりこうその被災地以外の人からするとどうしてもその前に物資の問題がありましたよね、まあ、電池を買い占めるだとか、まあ、東京でもあったわけですけど、その、まあ、次は停電だってなった時、まあ、興味関心はそちらの方に行く、うん、まあ、偶然かもしれませんけど、まあ、非常にこう巧妙だなという気もしますよね、うん、であと先ほどの TBS の別に僕は弁解するつもりはないんですけど、その12日に、まあ、金浦さんたちの報道特集のグループが5時間、はいはい、まあ、どうしてあれを連日やらなかったのかなと僕は逆に不思議ですね、うん、で先ほど次の日の TBS の報道の仕方を見てると、報道特集でこうやったのでそのリバウンドっていうのか、エクスキューズそののために TBS もこういう番組も、いや、まあ、ちょっとうがった見方かもしれないんですけど、まあ、僕は例えば仮に TBS の編成であれば、じゃあ金平グループで連日、まあ、5時間とは言わないけど3時間とか4時間とかね、あの連中でこうきちんと確認はできないけれども、それは専門家も誰も確認してないわけですよね、もう原子炉の中に入ってないわけですから、やはりこうそういう、 こう多角的にこう物事を、まあ、見ていろんな専門家は複数でその分析していって、まあ、何が起きているのかっていうのをこうに近づいていくっていうね、いう報道の本来のなこうあり方っていうのをこうきちんと、まあ、実践した番組はもう少なからずあったんですけど、もうほとんど、うん、まあ、僕もうかつにもその12日の TV 報道特集の5時間っていうのは全然見てなくて、私も全然見てなかったです。まあ、後からちょっと取り寄せてその、はい、まあ、見させてもらったんですけど、あ、こういうことやってんだったらなんで連日やらなかったんだろうと思いましたよね、うん、でその挙句先ほど、まあ、別に他の番組をでああいう形で被災地の人たちはもうそれこそ普段着のまま避難してる時に僕は驚いたのはそのモルクズ三眼と次の日の番組で、まあ、佐古さんと長峰さんがメインキャスターやってた番組、これ19時台ですね、夜出演してて、もう今もう本当にもう命からがらっていうか、まあ、まあ、その時はもう 2,3 日っていう感覚だったかもしれない、避難して、現場ではもう動けない人もいるとか取り残された人もいるという時に、その人はどういうことを言って、今世界中で原発ルネサンスということで大きな関心を集めていると、各国で原発の建設が進められると、ここで日本がきちんとしないと非常に大きな影響が出ます。すごい感覚のズレを感じますね。要するに現場ではもう先ほども、要するにもう除染してたりするわけですよね、まあ、とりあえず外部被曝の問題ですけど、いうことをやったりしてるときに、その原発建設にこれは影響が出たら困ると、どういう感覚なのかなっていう感じですよね。伊藤様、今のその個別の番組の問題もあるんですけれども、この13日で先ほどのその計画停電の発表に次いでですね、夜には
バラエティ番組とか、まあ、一般の番組も復活してきてですね、後になってみれば13、14、15というのは本当に一番危機的な状態で、私ももう子供を逃がさなきゃいけないなと思ったのはもうここら辺の夜 の状態だったんですけれども、うん、こう通常編成になっていて徐々にこう緊張感もこう先ほどもねロシン・ウィーユーという言葉がもう13日は減ってるんですとかなくなってるんですという話をされていましたけれども、ここら辺 の、まあ、特にその計画停電というのは一つはやっぱりすごく気になるポイントだったりとか、非常にこう雰囲気がここら辺でより一層こう変わっていってるというのは何変わりましたよね。それで特徴的というか、ちょっと私これあり得るのかと思ったんですけど、ある曲でテロップを出してですね、それで盤をこうやってかざしてですね、それでどういうわけかその計画停電やるときに節電するため その効果の数値がこう書いてあるんですよ、何を使わなければこれくらい効果がありますっていうのと、はい、その数値とその被爆のそれこ その CT いくつかとかですね、同じボードにその数値を並べてまさにバラエティ的な解説をやってるんですよ、でこれはなんていうかな、やっぱりそのスタジオでそういう解説をやれた時にその、電力どう使わないかっていうことと被爆が同程度の情報として伝えられていくっていうですね、そういう感覚の中でドラマとか通常の番組がこう映し出されていくっていうですね、で本当にこう14日15日ってのは一番こう厳しい、でしかも、放射線量もですねものすごく出ていく時期であるにもかかわらず、一方でテレビはそういう、日常性に帰っていくっていうんですかね、いうところがやっぱり明瞭に出てきたと思いますね。この先ほど来出ているその14日15日16日なんですけれども、次にちょっと見ていただきたいのがですね、テレビ朝日の9時8分なんですけれども、これからどうなるのかというようなことをテーマにちょっと短い、中島健、教授、京都大学の教授なんですけれども、この時点でですねどういうことをおっしゃってたのか、これも見ていただきましょう。中島さん、その今その余熱をなんとか冷やそうとしている状況ですよね、はいはい、でここからですね、外壁部分まだ守られているというところはあるんですけれども、考えられるシナリオどういったものがあるでしょうか。そうですね、うまくいけばということですが、その場合は海水なりでどんどん冷えていって、温度圧力が下がっていくと、このまま沈静化できると、中がちゃんと水で満たされるということです、それはどれぐらいの期間冷やせばよろしいんでしょうか。とりあえずは多分10時間とかぐらいである程度冷えますけども、でもちゃんと冷やすためにはやっぱり、数日間とか1週間近くはそれなりの手当てをしてやらないといけないと思います。で1週間ぐらいこの冷却期間を保つことができれば、その大きな危険は一つ回避できると。それはもう多分十分に安全だと言っていいと思うんですね。1週間って言ったんですけども、これからいつまで冷却すればいいかわからないぐらい の、実際に状態があって、今おっしゃったのがですね、ちょうどその14日の9時ぐらいの番組なんですね。この直後に今3号機の大きな爆発が起きてくるという意味では、そのスタジオで言ってることとですね、起きている事実の噛み合わなさというか、そのギャップがますますここら辺で際立ってくるかなというふうに思ってます。でこの日10時26分 NHK ではですね、杏林大学の医学部教授の山口さんがですね、陽化カリウムを服用しなければならないというような情報が流れてるけれども、入手しなくてはならないというふうに思わないでくださいというようなことをおっしゃったりですね、非常にこう、これ NHK なんですよね。でこれは今となってみれば、あの時にどうして要素を、服用しなかった、服用したところ一部の自治体だけだったんですけれども、そういったような報道が続いておりました。でこういう中でですね、実際に報道そのものもひどいんですけれども、情報を出している側
っていうのもさすがにここら辺で保安院や東京電力の記者会見というのがインターネットで、まあ、安定的にIWJ とかあるいはニコニコ生放送でですね見られるようになってテレビで映っている会見というのは最初のコメントを少しだけ映すんですけどその後こう記者とのやり取りの部分でかなり怒号が飛んだりとかそこの中でかなり本当の、まあ、よりだからインターネットで見ている人とそのテレビを見ている人との差がこうどんどんこう広がってきたのがコロコロなんではないかなというふうにで思います。で非常にそのシビアになっていた、まあ、14日15日がありましてこの15日のですね朝翌日ですねちょっとすごく、まあ、興味深いというか内容がありましたのでこれもご覧いただきたいんですけれども15日の8時19分フジテレビなんですね特ダネという、まあ、通常の編成にもう戻っているんですけれども出演されているのは岡本浩二教授でですね岡本さんというのは今大井原発の3、4号機の再稼働について興味のある方だったらご存知なのではないかなというふうに思うんですけど今保安院 のストレステストの意見聴取会というところの座長を務めていらっしゃる方なんです。で、これ報道で朝日新聞などでですね岡本教授がですね三菱原発関連で三菱重工から、まあ、お金をもらってるというような記事が掲載されてですね利益相反なんじゃないかということで非常に、まあ、市民から厳しく追及されているような、まあ、方なんですけれどもこの日15日、先ほどから出ているこの15日の14日が先ほどの3号機爆発で15日の朝8時の番組ですけれどもこの朝にはですね、菅総理大臣がとにかく先ほどもお話した通りに清水社長が福島第一原発から全員撤退するんではないかというような恐れを感じて、東電のですね2階のに乗り込んでそしてこの事故対策統合本部といわれるものを作るというか設置させて、まあ、細野さんをそこにこう常駐させるような、まあ、とにかくものすごい一晩だったんですね14から15日その朝のちょっと岡本さん の発言というかご覧いただきたいというふうに思います。徳田ね後半でですね、原発に関しては詳しくやるつもりだったんですが事態がちょっと変わりましたのでとりあえず今入ったニュースに関して、解説の岡本先生にお越しいただきました。ご紹介ください、はい、岡本でございます、はい、原発の構造と放射能の汚染に詳しい東京大学大学院教授の岡本浩二さんです。よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします。岡本先生格納容器の底のいわゆるサプレッションチェンバーサプレッションプールとでも言うんでしょうか、はい、そこの破損による何らかの形の爆発ではないかというような今解説があったんですけれどもどうなんでしょうか。私は逆だと思って逆ですか。澤田先生も逆のことをおっしゃってたんですけども、あ、そうですか。何らかの爆発によって、はい、そのサプレッションプールに、破損損傷があった爆発によって、はいはい、恐れがあるということは、うん、保安院さんもそういうふうにおっしゃっておりましたですね、はいはい、ということは今までの1号機3号機の爆発とはちょっと違うということなんですかね。1号機3号機は上の方で起きていたんですけれども、はい、サプレッションプールというか、まあ、サプレッションチェンバーは下の方にありますので、でもしそれが正しいとすると、うん、下の方で爆発が起きたということになってなるわけですね。内部でっていうことですか。やはり格納容器の外側で起きてはいるんですけれども、はい、その、外側で起きた水素爆発なのか何か分かりませんが、はい、が損傷を受けた可能性があると保安員さんおっしゃってたので、はい、まだあくまで可能性ということだとは思います。で燃料はこの熱い、原子炉容器の中にあります、はいはい、でその外側に格納容器というのがありまし て、で今の爆発は今の類推ですけど、はい、あくまで類推ですけど、はい、この外側で起きたのではないかということでありますので、はいはい、これが直接燃料に影響を与えることはないと思います、はい。ここからは災害時の防災に詳しい防災システム研究所所長の山村武彦さんにも今日加わっていただきました、はい、山村さん会見で東電の方がかなりこう責められてる、まあ、責められる方もちょっと情報が分かってないんでお気の毒だと思うんで、とにかくそういうふうに質問することよりもきちっとした情報を東電側がいち早く出すことだと思うんですね、はい、全てをさらけ出して余分な解釈は必要ないですね本当は逆にね、はいはい、事実関係分かってるのはここまでですと、はい、これを今解釈をこういうふうにしました
っていうだけでもいいと思うんですね、うん、その時点で分かっている範囲のものを全てとりあえず出すと。岡本さん、専門家の方が分析していれば、はい、正しい状況と数値とかが分かれば、はい、国民の皆さんを納得させることもできる、ね、え、あのただちゃんと情報を東電さんはですね、しっかり、はい、今ある情報でしっかり情報は出されていると思っています。あ、そうですか。ただ、はい、ただ情報が何分にも少ないの中で、うんうん、いろいろ事象を推測して、動かれているということでございますので、はい、情報を出していないということはないんですけれども、うん、何分にも非常に、まあ、複雑なことが起きているようでございますので、はい、よくわからないという状況なんだと思います。はいはい、刻々と新しい情報が入っております。情報が入り次第皆さんにはお伝えいたします。一旦この辺でお知らせご覧ください。はい、私はまあそもそも保安院さん、東電さんっていうね、この事態でさん付けで呼んでるのが非常にこうなんていうかこう村的なというか、非常にこう普通事故を起こしている、あるいはその監督庁に対してさん付けっていうのは非常にまあ違和感を感じるんですけれども、同時にその東電さんは情報を出しているとかですね、なんというんですかね、全くこう中立的ではないような形でのそのコメントで、まあ、今まさにストレステストの意見聴集会で座長を務めてですね、再開しようということに、まあ、合をしているような立場の方にはあるわけですよね。で、それをその方の発言をこう振り返って見て見てこういうことを言っているというのを考えると、その全く、まあ後になればその東電がいかに、まあ、情報隠蔽してたかっていうのは分かっているわけなんですけれども、こういったあたりのこの、まあ責任さというのか、まあ、いろんな方々がいるんですけど、中にはもちろんその経産省のいろんな委員になっていらっしゃる方もいて、まあ、こういう発言になるんですけれども、まずちょっと伊藤さん、こうしたその、ですね、まあ、いろんな言いたいことがあるんですけども、はい、その専門家とかですね、その科学者がこういう事態の時にどういう発言をしなくてはいけないかということがあると思うんですね。で、一つはですね、確かにその科学というか科学的なその知見というのは確定的なことは言えないことは確かですよね。例えば今こういうデータがあってこれくらいであれば確率値としてこれくらいのことが起きるかもしれない、断定的な言い方は決してできないわけですね。で、その際にですね、ここでテレビに登場した方々が、専門家がですね、本気でですね、3号機の爆発って本当に可能性でしかないと、うん、あるいは、2号機のこの爆発に関してもですね、そう考えていたとしてですね、じゃあ、データが少なかったから、これはあり得る 10% か、あるいはもう 5% くらいの可能性でしかないんだというふうに本気で思っていたとしてですね、じゃあそれでよかったか、うん、まあ、事後的に見た爆発が起きたんだけど、あの時はデータも足りなかったですね。だからこういう言い方しかできなかったし、私は、本気で本当に、一つの可能性でしかないんだというふうに思ったということだとしてもですね、それが科学者として本当にの発言すべき内容だったかということを問うべきだと思うんですね。で、例えばですね、5% の確率で絶対爆発するかもしれない、まあ絶対って 5% 確率で爆発するかもしれない、 10% で爆発するかもしれないですね。であれば、その可能性が 5% であれ、あれば最悪の事態はこういう事態であるから、少なくとも避難とか、住民の健康のためにこうすべきだと。で、今行われているその対応は十分なのか不十分なのかの判断を示して、最悪の場合に備えることをどうするかっていうのはやっぱり科学者として求められていたと思うんです。で、ところがこの間全くそういう話はないですよね。こうなんか部外者のようにですね、なんか傍観者的に今こうなってるんじゃないですかとかですね、いう発言がまあ一つあるわけですね。それからもう一つは、今の場面本当に特徴的だと思うんですけど、テレビ局の側の人がですね、科学者がデータを持って、である種それできちっと言ってくれれば国民を説得できますよねという言い方をしているわけですね。
でこれも僕はやはり考えなくちゃいけないと思うんです。今回のようにですね、本当にこういう複合的な過酷事故の場合ですね、その確定的なことは言えないわけで、例えばその停戦予被爆の問題もですね、どこを基準にするかってはなかなか言えないっていうですね状況があって、でその際に科学者がこういうデータを出したからストレートにこういきましょうというには絶対ならないわけです。それに、不満をあるいは危惧を感じている住民の方もいるしですね、他の専門家はまた別の知見を持って話をして、だからみんな分からなくなっている状況だったわけですね。でその時にじゃあどうやって社会的な決定をしていくかという時にですね、まさにその熟慮しなくちゃいけないし、いろんなデータを積み重ねて多角的に物事を捉えていかなくちゃいけないにもかかわらず、実はテレビは科学的なデータが出てこれをちゃんと提示されれば納得できるんですから出してくださいみたいな言い方になっているわけですね。非常にこう短縮化されている捉え方だと思うんですね。この15日なんですけれども、さすがに危機的な状況がもう高まっておりまして、原子力資料情報室ではですね、16時に深刻な事態を対応するために放射線レベルと気象条件の正確な情報を求めるとともに、なるべく遠方への移動をすべきという声明を出しています。それから17時にはデイズジャパンの広川さんが福島原発周辺の放射線測定値の結果ですね、50キロ圏内でも高いところがあるとしてですね、妊婦子どもの優先的なですね避難指示の拡大をするように、要請するようなコメントを出してらして、で実際この時点でですね、例えば米国とかフランスとかですね、海外でももちろんその避難の動きというのはすでに、もうかなり前日ぐらいまでに、広がっていて、本来ですとその避難に関してもですね、別にその専門家とかデータとか抜きにして社会的事象としてそういうことがもう起きているわけですよね。でそういうことを伝えることも十分できたのですけれども、私が見る限りほとんどそういった、例えば海外に米国大使館がどういう情報を出しているかとかですね、あるいはそのやっぱり市民団体のこういった声明文とかですね、早い時期からやっぱり情報が出てないんじゃないかって声明を出しているところもあったわけで、そういったこう情報ソースの多様性みたいなところがやっぱり一貫して、現時点もそうなんですけれども、すごく少ないと思うんですけど、小田切さんそこら辺はどういうふうに思われますか。例えばさっき東電さんじゃないですけど、東電でも実は本社と福島事務所、要するに福島事務所の方はもう本当に13日か14日担当者がもう泣きながらこう心苦しい思いをさせて申し訳ないでっていうようなことも含めてこう謝罪しながら、いろんな情報を出しているわけですよね。できっと東電の本店よりもある種多様な情報を出してて、要するに東電一つとっても、福島と例えば本店では非常に重要な情報の中でどういう違いはないのかっていうようなことであるとか、ホワインであるとか、あとは県であるとか、要するにニュースソースはまず多様に確保して、でそれを分析する専門家もその一人二人ではなくて、やはりこういろんな見方ができる専門家、例えばそういう情報をこう伝えるっていうようなことに詳しい専門家も含めて、もちろん放射線医学であるとか、原子力工学、いろいろな、要するにそういうことをきちんと確保できするっていうのが、要するに番組の信頼性っていうのか、それは僕は番組のプロデューサーの仕事だと思うんですよね。一人二人の専門家に頼ってその屋外的なインタビューをするっていう、非常にこういう本当に命に関わる状況の時に、そういう報道の仕方っていうのを、やはりこう要するに通常の延長線上で僕はやっちゃったんだと思うんですね。これまでの延長線上で、要するにもう世界で初めてですよね、複数の原子炉でトラブルが、スリーマイルもシェルノブイリも、非常に事態は深刻ですけど、単独の事故だ、そういうようなことをこうちょっとこう冷静に考えれば、それにどう対応するかっていうことがおのずからやはりこう方向性だとか出てくるはずですよね。そういう意味では非常にこうもう
まあ、通常のというか今までの延長報道情報番組の延長線上でやってしまったと、うん、いうことですよね。である局の人が言ってましたけど、まあ、例えば原子力情報資料室の人をゲストに呼びますというと、もう言葉でははっきりはないけどれども、その質問が出ると上の方からね、社内でですね、社内でね、要するに、まあ、今度何時から何時の番組では誰呼ぶことになったんだと、誰々ですと、上から何もないときは言わない、それでいいというときは何も言わないと、大丈夫かとか、まあ、どういう人なのとか聞くと、あ、この人はダメなのねって、まあうんの呼吸みたいなことですよね、うん、非常にこう問題があるなと、うん、まあ、広川さんはこの、ね、15日 の、 時点でその、まあ、妊婦子どもの避難についてまあ言及されて、まあ、今まさに現在広川さんたちはそういうプロジェクトをされて、まあ、後からご紹介したいと思ってるんですけれども、この時の思いっていうか、どういうふうな、まあ、苛立ちとかいろいろあったと思うんですけれども、やっぱりその、まあ、今ね、小田切さんが多分過去ないような大変な事態になって、私はまあ今現在もそういう事態だと思ってますけれども、そういう認識を、ね、持って報道している、何かこう、まあ、社内の方針というか編成方針をここでね、私たちもこういう事態だからこういうふうにやっていこうというふうに決めてやってはいなくてっていうお話でしたけれども、おそらくその広川さんはその緊張感を持って現場にも行かれて、こういうものを発信されたと思うんですけれども、そういった時の、まあ、苛立ちとかこう発信した時のどういうふうな思い、まあ、今までも続いていらっしゃると思うんですけれども、その前に、チェルノブイリとかスリマイルとか行って、まあ、スリマイルなんかすごく典型的なんですけど、事故起こってすぐにその地域の保健局長がその女性と特に妊婦と子供を逃がすんですね。そのことで彼は怒りを買うわけです。つまり原子力を守らなきゃいけないと思っている人たちにとっては、国とそれから原子力産業にとって怒りを買われて、それで彼は更迭されるんですよね。それで保健局長が更迭されて、新しく保健局長になった人間がやったことっていうのが、そのあたりはがんの発生率も全米と一緒だっていう、そういうことをそこで発表していくっていう、それで住民はおかしく思うって、なぜそのことになるのかわからないだけど、よく調べていったら人口の水増しが行われたって、つまりその5マイル圏のがんの発生率を調べるのに人口だけ15マイルまで広げてしまうと、そうすると全米と同じになってしまうという、それでこの、テレビとかそういうのところでもそういうようなことが言われてて、スリマイルとでもがんの発生率はないんだっていう、それでチェノブイでも同じようなことがまた使われるわけですね。あの時に実際に死んだのは28人 の、 その急性放射線障害の人と、それから15人の小児甲状腺がんしかないんだと、たったこんだけしか死んでないんだから心配しなくていいんだっていうようなキャンペーンが行われる。それもまた作られたキャンペーンですね。彼らは実際にはたくさんの人を調べればそれだけ被害者が多くなるから、だからほんの数百人の人間だけを調べて、それで安全だみたいな宣言を出していくっていうのことを数字のからくりやって、それで今100ミリシーベルト以下は病気の人間は出ないんだとか、20ミリは安全だとか、そんなことを言ってるけれども、じゃあどんだけの人間をどういうふうに調べてやったんですかということを調べるようなメディア一つないわけですよね。みんな偉い先生が言うから、それはもう全部もう世界中の権威者の認めてることだと思ってるけど、だけどそんなことはもうちょっと調べたらいいわけです。一体何人調べてどうなってるんですか、どういう結果になってる、そういうふうに考えてくると、前の今までのスリーマイルもチェルノブイリもそういうし、今回もですね、事故を起こった後のやることっていうのは、この事故の意味っていうのはどうですか、すごい単純化してやると、結局その人々を人質にして原子力産業を守ったっていう、そのことでその一端をきちっと役割を果たしたのが報道だった、メディアだった、そのために発表、そういうことをなんか裏付けして大丈夫だっていう、安全だっていうことを言うための人間だけがそこに動員されていった、
だから僕犯罪のことはそこで表でキャスターたちとかそういうのを喋ってるとその場所じゃなしにその背後にあるというものですね、誰が選んだのかっていうところであれだけの全局が全部合わせてああいう人間たちを選んでいくっていうそのことに対してこれじゃダメなんだっていうジャーナリズムはどこにもなくて、それは国とか原子力産業のその広報のなんかチャンネルでしかもうなくなってしまったという、それが現在も続いてるわけでしょ。だから人々がまだ今でも人質になってるじゃないですか。ああいう今でも郡山のある小学校とか幼稚園では15分間外に出ちゃいけないっていうようなことを言われてるっていう、そんなところにわざわざなんで会話をするんだっていう、だけどそれでも人々をそこから逃がそうとは誰も言わないし、だからそういうふうに逃がしてしまったらそこは危険だということを認めてしまうから、一旦出した安全宣言で原子力産業を何とか守らなきゃいけないと、特に今は原子力産業、世界中の原子力産業の危機だ、守るのは人々の命じゃなしに産業なんだっていう、それがもう徹底して行われているわけですね。まず原子力発電所の周辺、堆肥の外側20キロから外側の近い部分について文部科学省がモニタリングを開始をしていただきました。その具体的中身については文部科学省から発表をしていただいているかというふうに思っております。また詳細な具体的な評価は保安院あるいは原子力安全委員会の皆様方の方の専門家の立場からご報告をしていただくべきかというふうに思いますが、本日、測定をされ、発表をされた数値については直ちに、人体に影響を及ぼす数値ではないというのが概略的なご報告でございます。直ちに人体に影響を及ぼすような数値ではないというのが現在の概略的な数値の状況でございます。建物の中にいてください、あるいは20キロより内側については外に出てくださいという状況の指示をいたしてはおりますが、現時点ではここで観測されている数字はそこの地域で外で活動をしたら直ちに危険であるという数値ではございません。そのことはぜひ多くの皆さんにご理解をいただければというふうに思っております。ではここからは原子力担当の水野解説委員に聞きます。水野さん、先ほどの枝野官房長官の記者会見ですが、まずこのモニタリングの数値について発言がありました。そうですね、このモニタリングの数値といいますのは、文部科学省が発表したんですけれども、原発から20キロ余り離れた地域でですね、これ昨夜の段階ですが1時間あたり最大で 0.33 ミリシーベルトという値が出ています。最大でですね、はい、で30キロから60キロ離れた地域では最大で 0.0253 ミリシーベルトと、はい、普段よりもですねやや高いものの、直ちには健康には影響のないレベルだということを強調していました。で屋内退避の指示が20キロから30キロの範囲内の方には出ていますが、もちろん建物の中になるべくいてくださいということですけれども、この20キロ余り離れた地域で1時間あたり最大 0.33 ミリシーベルトというのは20キロよりも離れていますので屋内退避の範囲ですけれども、はい、この値だからといって外で活動したら直ちに人体に影響があるものではないと。もちろんこれ365日ですね、ずっと外にいるということになると影響は出るかもしれないが、一時的に家から外に出てですね買い物に行ったりということでは全く差し支えはないという値であるという説明がありました。はい、で物資についても、物流、物を届けることもしてほしい、ね、ということも言ってました。ですのでその
屋内退避の範囲内20キロから30キロの範囲内を、まあ、車で物資を運ぶために通過するといった行為は全く問題ないですし、それからあの、まあ、会社に行くとかですね、そういったことも全く問題ないという値であるので、あのあまりあのそう怖がったりというかですね、いうことはしないでほしいというお願いですね。はい、あの全く怖がったりしないでほしいというのが毎時 0.33 ミリシーベルトなので、まあ、330マイクロシーベルトという、まあ、今考えると改めてあの冷静に考えるとものすごい高い数値なんですけれども、まあこの中で南だけに行って北の方は大丈夫ですとかって言ってるんですけど、これがあの当時の15日のですね、放射線効果量のその試算で原子力研究開発機構が出したものなんですけれども、あのこの頃というのはちょうどあのいわゆる飯舘村とかをした放射線プルームが、まあ、北に行ってこう南に降りたというですね、そして中通りの先ほどお話が出たようなあの福島市とか郡山市にあの大量にまあ降ったあの時で、皆さんまあこういう話を聞いてですね、よくお話を聞くのが、子どもたちをですね、あの当時断水があったので、水を取りにですね、あの給水車に子どもたちは、まあ、1人1個ずつしかあのそのポリタンクでもらえないので子どもたち全員動員してまあ取りに行ったっていうような話とかいろいろあの聞くわけですけれども、まあそういう意味ではまあこれは20キロの話ですけれども、実は50キロ60キロあの遠くまであの非常に高い線量がまああの飛散していたということなんですけれども、あのこれはこの間 その NHK のですね、検証番組にも少し触れてたんです。この時期にやっぱりスピーディーというものがその NHK の例えば科学文化部の間ではどういうふうに認識されてたのかなというようなことも疑問に思うんですけれども、ここら辺例えば小田切さん何かあのお聞きになったりというような情報はありますか。いや具体的には聞いてないんですけど、 その、まあ、それはもうね原子発を取材している記者にとってはもうそういうスピーディーというものがあるんだということはもう常識として把握しているわけで、まあ、あの混乱の中でいやそこまでやるとちょっと考えが回らなかったというようなことなのかもしれませんけど、要するに基本となるデータといいますか、あのどういうところで原発にかあのどういうデータがこうあって、基本的なデータはこういうこれだけの種類があって、まあこういうところではこういう計測してるんだと、まあ、きちんとこうそれはもう把握してるはずですよね。で そこでその多角的にさっきも言ったような形であの情報収集をどうしてしなかったのかな、そういうことの存在に触れなかったのかなと、非常に不思議ですよね。あの要するに単線報道なんですね。要するに伏線ではなくて、その要するにもう非常にこう、まあ、別の言葉で言うとこうマニュアルっていうのかそのに沿って、それに外れないようにこうレールに外れないように、まあ、一方通行っていうか単線の鉄道をこうある方向に向けて、走っていくみたいな報道ですよね、うん、まあどうしてなんだろうな。あれほどの変な話、その先ほど言った分厚い取材制作の手引きの中で結構原発に触れてるのは結構それなりに何行とか十何行というレベルではなくて結構きちんと触れてるわけですよね。まあああいう状態の中でそのどっかにしまったその取材制作の手引き読んでる場合じゃない、まあ、そういうこともあったんでしょうけど、日常的にそういう先ほどの予定校の話じゃないですけどということができてたとすれば、なおかつ なおさらそういうところにこういろいろ目配りっていうのか、本来であれば記者の、まあ、本性といいますか記者根性っていうことで言うとそういうところに行くのが僕はもう自然なんじゃないかなと思うんだけど、うん、どうしちゃったのかな、率直なところもそう思いますね、まあ、僕はもう週刊誌とか月刊誌とか、まあ、雑誌、まあ、活字で、まあ、記者クラブっていうのをあまり体験してないからかもしれないですけど、まあ何ともこう
説明がつかないっていうのか、普通こう記者の基本であるとか、まあ、あんまり根性っていうのも僕はあんまり好きじゃないんだけど、そのまあそういう多角的な、まあ、こう取材ルートでいろんなルートを考えればそういうところに行きつくはずですよね、うん、結構スピーディーのことなんかって、ね、比較的福島の局なんかではもう3.11 からもう3日4日の間にもその話題にはなってるわけですよね、まあ、当然ですよね、うん、NHK は去年いろいろな、ね、賞を取った、ネットワークで作る放射線チームといってですね、はいはいはい、七沢清さんが中心になって、まあ、七沢さん自体が原発の問題をずっと取り組んでいたということで、うん、ある意味、まあ、ちょっとこう左遷的にというかというふうに、まあ、勝手に私は認識しているんですけれども、NHK 放送文化研究所というところにいらしたのがその事故の後に呼ばれてですね、その、まあ、ETV 特集で番組を作ったと、はい、で番組自体は、まあ、素晴らしい番組なんですけれども、一つは本来4月に放送するべき内容だったのが5月に延長させられたっていうのがね、プロメテウスの罠にも書かれているんですけど、やっぱり一つもっと早くに放送できなかったっていうのがあるんですけれども、番組の中で例えばその高い放射線量を確認したりですね、浪江の地域でも非常に高かった、あるいはそのプルトニウムなんかも検出するようなことをしたっていうのが、本来ニュースとかでですね、もっと早く番組になる前にですね、断片としてもこう出せるようなことが、まあ、NHK っていうのはもともと番組の制作と報道というのが非常にこう対立している組織なので、そこのところの問題もあるのかもしれないんですけれども、実際にはその記者クラブに属してないようなね、そういう番組のディレクターが自分独自で、ちゃんとこう車に乗ってモニタリングもして、非常にこう移動自体をですね把握して、それを後からまあ番組に作ってると。ただし番組自体はもちろんその評価すべきなんですけれども、うん、報道としてですね、それをもっと早くにできなかったものかなというのも課題として、私はまあなんでこれを3月中に断片でもいいからできないのか NHK がというのを強く思ったんですけど、こういうあたりは伊藤さんはどのようにNHK のその政策報道のその、私も率直にそう思うんですね、うん、で、まあ、七沢さんにもですね直接その話を聞いてですね、どうなっていたのか、番組を取材している中でですね、もっと早い時期にですねニュースとしてですね、被爆の状況についてですね報道できなかったかということを直接七沢さんにも聞いた時があるんですけども、まあ、実は番組を制作したグループはもちろん早く報道したかったわけです、はい、したかったわけですね、うん、でところがですね、やはり、今、ちょっと指摘があったようにですね、七沢さん自身が NHK の中でなかなかそういう発言力を発揮する立場になれないっていうですね、むしろ、七沢さんとかの番組に関わった人たちをですね NHK 内部の中でやっとこう排除していくっていうですね、なかなか取り上げてもらえないという状況がやっぱり現実にあったわけですね、うん、ですからどうして番組をあれだけ制作してですねもっと早くできなかったのかっていう時にですね、いう疑問が常に湧くわけですけど、やっぱり NHK も一枚眼ではなくてです、さまざまやっぱり葛藤の中で動いているということだと思いますね。きっとね、要するに軌道修正を徐々にしていったんだと思うんです。さっき の最初はもうほぼ2日間科学文化部でいうと山崎記者が出ずっぱりだったんですよね。まあ、それはさすがにまあ体力的な問題もあったんでしょうけど、まあ、水野さんを出すことによって少しこう軌道修正して、で専門家も徐々に、まあ、ラジオなんかね比較的早く鎌田実さんだとか別の専門家出して、やっぱりラジオだからこういうことを言えるんだろうなっていうようなことをこう、要するによく NHK が使う手として、その徐々に軌道修正していくんですよね。で様子を見ながらで、ラジオとか例えばニュースで言うと比較的総生体視聴率が低い時間帯のニュース番組でちょっと使ってみて様子を見て、まあ、様子を見るというのは視聴者だけではなくていろいろ
永田町とか霞ヶ関も含めて様子を見て、徐々にこうメインストリートに出していくっていう、まあそういう、まあ、ある種非常にこう NHK らしいというか巧妙なやり方の中でも延長線上でいくと、まだ4月の段階で、ネットワークで作る放射線地図のような番組を出すっていうのはちょっと早いというような、あの要するにこう上のこう徐々に軌道修正していく時のその判断が僕はあったんじゃないのかなというふうに思いますね。あの水野さんでさえ僕はびっくりしたのは、NHK の人がそういうことを言っちゃダメじゃないって僕はもう本当その人にも言ったんですけど、あ、これで水野さん東電に出入り禁止だねと、要するに感覚としてはそういうことなんですよね。まあそれはその取材する側の、まあ、あの組織ではそういうことなんでしょうけど、それって視聴者にとってどうなのよっていうことをやはりこう、まあ、取材する現場の記者にしてもディレクターにしても考えていかないと、公共放送って何なのっていう、もう根源的な話になりますよね、うん。まあ、もちろん民放僕は公共放送、公共的な役割を持ってると思いますけどね、うん。ちょっといいですかね、はい、先ほど の, あの枝野さんの会見のところ、はいはいはい、直ちに一番最初に行った時の会見ですね、で実はやっぱり16日のこの会見が決定的だと思うんですね、はい。で、あのテレビの中でその、まあ、文科省がですねモニタリングをしてっていうのが公式っていうか、まあその政府の発言として出てきたのはこれが一番最初なんですね、はい、そうですね、16日の、はい、16日のこの時間が一番最初なんです、はい。それでこの時に先ほどもあったようにですね、その詳細な評価は保安院安全委員会の皆様専門家の方々から報告していただくべきかと思いますが、本日測定された発表されたその数値につきましては直ちに人体に影響を及ぼす数値ではないというふうに言って対応しませんということをここで明言しているわけですよね。でところが20キロからちょっと離れたところでもう、飯舘村含めてですねホットスポットが形成されていることはもうすでに分かっているわけです、ここで。しかしそれに対して直ちに人体に影響はないということを繰り返して、まさにここにまだいる人たちをですねいわばもう捨てたというですねいうくらいの非常に重いこれは会見だったと思うんです。でこの、16日の17時55分にこの形でですねそのモニタリングの話が出てきたわけですけど、それ以前は唯一テレビ朝日でですね解説を行った方がですね、はい、モニタリングというのはしていませんという趣旨でモニタリングに言及しているだけなんです、テレビでは。ですから先ほど小田切さんもおっしゃったようにこれに関わっている人たちがスピーディーを知らないはずは絶対ないはずです、うん。ところが全くそれに触れずにここまで来てしまっているというですね、これは本当に重要視した方がいいと思いますね、うんうん。最後に見ていただくのがですね、まあ、こういったその今あの NHK の報道の、まあ、この時点での集大成緊急報告福島原発ということで3月16日のですね、20時から特番を組んでるんですね。でこれ、最後に見ていただきたいというふうに思います。いまだ被害の全容が把握できていない東北関東大震災、帰る場所を失って避難生活を余儀なくされていらっしゃる方34万人を超えました。苦しく辛い日々が続いております。そして今深刻な危機をもたらしておりますのが福島第一原子力発電所です。少し心配といいますか、例えばこれまであった原子力発電所の事故との比較なんですけれども、例えばその、チェルノブイリの事故ですとか、あるいはスリーマイル島の事故ですとか、こういうのと比べて現在の状況というのはどう見ればいいんでしょうか。はい、この福島第一の事故の場合には、チェルノブイリの事故とは本質的に異なります。でチェルノブイリの事故の場合にはその原子炉の止める冷やす閉じ込めるという機能があるわけですが、もともと設計で閉じ込めるという部分がなかったと、これが一つ大きな違いでございます。でそれから止めるということができていない、つまり、チェルノブイリの事故の場合にはほんの短いその秒のオーダーで出力が暴走し、爆発火災が起きて
で大量の放射性物質が散布したという状況になってます、うん、でそれに対して、今回の福島の事故では地震直後に全ての原子炉が安全に停止していると、はい、でそれから構造機器が、健全性を維持していると、うん、でその後比較的時間が経ってから、うん、その崩壊熱を冷却すると、うん、ここがうまくいってない、うん、でしかしながらなお、格納容器それから圧力容器、はい、これが維持されていると、うん、そういう意味では、止めるということが機能している、うん、で格納機能もきちんと維持されていると、うん、でそういう意味でチェルノブイリと全く違うような、うん、様相であるということであります。チェルノブイリよりはもう全くはい、チェルノブイリのようなことでは今ないということですね、はい、スリーマイルの事故と比べるとどうなんでしょうか。はい、スリーマイルアイランドの事故は、うん、原子炉の、停止後に、炉心が冷却剤喪失になっているということに、はい、数時間の間気がつかなかったと、うん、でその結果炉心の半分以上 70% と言われてますが、うん、それぐらいの燃料が、数時間のうちに溶けた、うん、でそれが原子炉の圧力容器の底に溜まったわけですけれども、うん、なおかつ圧力容器の底に溜まった溶融した燃料が、冷却されてその段階で事故が終了しております、うん、で、それに対して今回の事故は状況がまだ十分把握できてないところではありますが、うん、まだそこまではおそらく至ってない、うん、でただ炉心が損傷しているのは間違いない状況でございます、はいはい、でそういう意味から言いますと、うん、スリーマイルアイランドの事故と同等程度のことは起きていると、うんうん、ですから今の段階で、きちんと冷やして、うん、で事故を収束させるということによって、スリーマイルアイランドの事故あるいはそれ以前の段階それよりも、深刻でない状況でとどめると、うん、そういう努力が必要であると考えております。先ほどチェルノブイリとの比較で、今お話しいただいていたのはですね、大阪大学大学院工学研究科教授の山口明さんなんですけれども、山口さんも先ほどの岡本さんと同じく保安院のストレステスト意見聴取会の委員とかあるいは核燃料サイクル開発機構の、ね、まあ、出身の方でですね、三菱重工系の会社からこの方も3385万円の寄付を受けているということで、まあ、今回その、市民の側からですね批判をまあ受けていらっしゃる方なんですけれども、この方はこの段階でこういうふうにおっしゃってるんです。去年の秋に脱原発これでいいのか日本のエネルギーっていう、まあ、テーマで講演されてまして、原子力は効率がよくベストミックスを簡単に捨ててはいけないというふうにまあ訴えてらしたということで、まあ、もちろんその事故が起きる前と起きた後と全く多分スタンスが変わっていない方だと思うんですけれども、まあ、これがその16日のまとめの時のですね NHK のまあ特番で放送されていたわけです。で、まあ、ちょうどその16日で本当に放射線量が高まっている時期で、まあ、今までちょうど、まあ、1週間弱とか5日間を見ていただいたんですけれども、広川さん、まあ、わずか5日間だけなんですけれども、これ現在にも、まあ、今まさに、山口さんのを見ていただいたんですけれども、構造としてはメディアもそれからその原子力推進するというような立場の方も変化がないように感じるんですけど、広川さん、まあ、今までのその改めてですね18本のビデオを見てどういうようなことをお感じになっていらっしゃいますか。例えばアフガンが爆撃された時に朝日の記者で朝日の社説があれは、まあ、やむを得ないっていうふうに書いた時にそれに抵抗して辞めた人がいるじゃないですか、うん、今度の一連のその各局全部の中で僕の知る限りたった一人も辞めた人がいないし、全ての局が自分たちのちゃんとした反省番組を一つも作ったことがないっていう、それらしいものは作るけどあくまで自分たちへのちょっと安全圏に置いといた、そういうような反省ですよね。だからこれはもう本当になんかメディアそのものが一体どんな何を一体なんでこんなことになってしまったのかわからないぐらいだけれども、でも一般の人たちは事故が起こってしばらくもうこの1週間の間のことを見ててほとんどの人たちはもう今
政府が信用できないし、保安員が信用できないし、メディアも信用できないし、そして医学者たちも信用できないし、どうしてあの時最初に安定要素剤を飲めっていうことをちゃんと言ってくれなかったのか、どうしてあの時にちゃんとね、万が一というふうに考えるんだったらどうして早く逃がしてくれなかったんだと、そしていまだにそしてあそこに閉じ込めておくんだと、というそういう問題に関してみんな不信感のもう全くの塊なんだけど、同時に諦めがあるというのか、この国はもう変わらないんだというそういうところに置かれてしまってますよね。出口がないところにも置いて、そういうところでもっとあの時に事故直後にあったようなそういうバッシングがもっと巨大で柔らかいバッシングがもう日本国中を覆ってるみたいな、そんな感じになってますよね。でメディアそのものも自分たちがあれで良かったんじゃ、あれでは良くなかったと思ってた人間でさえもきちっとした反論するよりも、そのなんか柔らかい真綿の中にくるまれて、それで何か機会を伺える時が来たらなと思ってるけれども、そんなこと結構ないんですよ。次の 3.11 ってのは明日起こるかもわからないと、その時にこの人たちが今の形で何もできないんですね。スピーディーのことだと同じで、みんながチェルノブイリの事故の時だってみんな最初は気候のせいだ、全体の組織のせいだって言いながら、だけどだんだん人間のせいにしてそれの裁判をしていくっていう、それも今度は曖昧になっていきますよね。動揺してたからああいうふうにせざるを得なかったっていう、だけど動揺なんて言ったらスピードを あの時に気がつかないということは、まるで火事が起こっているのが分かっている時に消防士たちが火の見櫓に登ることを動揺して忘れているのと同じことなんです。スピードを使わないということは、なんかこういうようなもうこういうこれは一体何でだったら、そう一人一人の問題じゃもうないんですよ。もうこの人たちとかこういうシステムとかそういうようなところが全部原発でなんかこうぬるま湯の中で、それで自分たちはいつ間にか何を守るか忘れてしまっているような、そんなところに全部置かれてしまっているという、そういうような状況の中で私たちはもっともっと危機感を感じなきゃいけないし、最低その人たちがはっきりしていることはもう分かっていて、あの人たちは私たちを守ってくれないと、次に爆発したとしても守らないんだと、じゃあどうするのかということを自分たちを守らなきゃいけない、そういうような方法というのはどこから見つけていくのか、どこから一つ手をつけていくのか、もう具体的にあの時に事故が起こって逃げたっていうその判断したところが正しかったわけでしょう。それから県がそういう陽動剤を飲ますなというふうに言ったけれども、それに反対して自分たちの意見で自分たちの判断で飲ました三春町、はい、三春町の人たち、あの子の子どもたちは自分が子どもだった時に三春町にいてよかったっていう、それだけもうなんか不安がスッとこう軽くなるようなそういうような思いをした。それはしかし後々にすごい怒りを買うわけですね、県の。でそういうような全てその法律とか、それから大きな巨大なそういう機構、国、それから県、それから医師会、そういうものに反対しなければ自分を守れない、しかしそれでやっていこうと思うと本当にもう大変なことですね。家の中まで圧力が来るから、だからそういう中でも自分のお母さんたちが今自分たちの子供を守れないようなそういうような状況も今あるわけですよね。逃げること自体が犯罪であるかのように思われてしまうというようなそんな状況があるわけでしょう。だからそれは今本当にもうそういう人たちが自分の生存の権利をかけてやるということ、それの方が正しかったんです。あの時から正しかったんです。自分が自分の生き方を決めるっていう判断にしなきゃいけなかったんですね。国の判断とか、それから電力会社だろうが国だろうが、それからそういうものの判断全てが間違ったということが証明されたわけです。ましてメディアさえも間違ってしまってて、だけど未だに間違ったということは言わない。それで原発を守るためにはじゃあどうしようかって、あんだけ事故を起こしててもこんだけの被害にしか出てない、これだけ安全な日本の原発というのでまた売り込もうとしたりしてるわけでしょ。めちゃくちゃの国ですよね、ここは。恐ろしいところで、ここでだから国やそういう電力会社やそれから医者たち、医学者たち、そういう人間たちと自分たちは運命を共にしようと思っていけないし、その人たちが安全だということを信じちゃいけない、信じてはいけないし、だからそういう時に今本当に爆発シーンを撮ってたカメラがあるじゃないですか。
よく撮ってたなって本当にとって嬉しいわけですね。しかもそれを4分間何分間かわからないけどよく流してくれたと。だからあれがもしなかったとしたらどうなりますか、うん、確かに何もなかったことになるんですよ、うん、その後もあそこもう全部をそういうような小さないろんなあの偶然の抵抗というかそういうのがあるあの、あるいはやらなきゃいけないことこっちじゃないかと、ジャーナリズムの魂っていうのが人間を守ることだったら人々の側に立つような人たちもその時ところどころにいるわけですね。 NHK も全体にはひどいところだけれどもそこの中で小さなあるわけでしょ、抵抗が、その抵抗がなんか少しずつ影響し合って、それであの今本来だったら20年前だったら25年前だったら全てを覆い隠して安全だ、誰も病気にもなってないと言って、しかもあそこのものすごい放射能のところでも今まで済ませられたかもわからないけど、そんなこともできないような状況に持っていってるのはそういう小さな偶然と小さなところでの抵抗が集まった。あの女の人たちが、福島の女の人たちが自分たちで砂を持ってそれで文科省に詰めかけなかったら一体どんなことになってたのかね。みんな自分たちの子供を守ろうとかそういうようなところで立ち上がってかつてはないことが起こっていったわけで、一人一人の人たちが機会を買おうとするっていうそういうこともそうだし、ネットを駆使してそれから情報を回そうとすることもかつてはなかったことだし、だからそれはあの彼らの誤算なわけです、うん、だけど誤算だけれどもそれをもみ消すためには邪魔なものだから、それも一生懸命何とかしてでも潰そうとしていくわけでしょ。だからそういうただ中にあられて恐ろしいような敵に我々は囲まれてるし、私たちが命よりももう元々事故が発生した時からまずやらなきゃいけないのは原発を守れと、それで人々を守らなくていいっていうそういう精神で今までずっと続いてきたし、それでメディアもそれに全くその背中を押したっていうそういうことだと思いますけど、ね、うん、小田切さん、まあ、今ね、その、まあ、小田切さんはずっとこうテレビ批評というか、まあ、放送批評懇談会って、まあ、主にテレビがやっぱり中心になってくるわけで、まあ、その中であの、まあ、非常にまあ強い不信感というのがやはり311以降生まれてですね、まあ、今日ももちろんあると。でその一方ででもそれでもやっぱりテレビというのは非常に影響力が強いのことは、うん、ね、まあ、保持し続けているので、今あの広川さんがおっしゃったこともですね、一部の人には該当するけれども、もちろんそれ以外の情報に接触してない方も大半なので、そこの情報ギャップがどんどん、まあ、生まれていると。であのやはりこのね5日間6日間のこう映像をご覧になってですね、何をこう一番感じて、あるいはそのこの事態をですねよりよくっていうか、まあ、広川さんが提起されているようにもおそらくそのこれはあの、まあ、日本の戦後じゃないですけど、やはり必ずや反省があって、それに対してこうあの次のね、あの多分志っていうのが出ると思うんですけど、反省しないとそのままずっと行っちゃうっていうのがあの世の常なんですけど、今回もですねそういう可能性恐れも十分あるわけなんですが、どういうことを、まあ、今すべきだというふうにお感じですか。そうですね、あのまあ、いろいろ各局の、まあ、報道政策の人たちに個々に話を聞いていると非常にこう問題意識を持ってたりとか、まあ、いろいろこう取材倫理であるとかこう報道の役割であるとかっていう考えている人がいるんですけど、どうして組織になるとこうなっちゃうのかなって、まあ、ずっと僕は疑問に思ってたんですけど、例えば検証テレビ報道の現場っていうのもだいぶ前に出した本で、まあ、そこに、まあ、解説してくれた、まあ、専門家の方もその要するに個人と組織の在り方をこの本は書いてるんだ、まあ、まさにずっと僕はそういう問題意識で、まあ、テレビっていうのを見続けて、まあ、現場の人に話を聞いたりローカルの現場に行ったりしてきたんですけど、要するに個人の問題意識と組織の劣化っていうんですかね、まあ、行き着くところまで行き着いたのかなという一方で、僕はあのきっと、まあ、あの学生だとかあのいろいろこう話してて感じるのは、その要するに今までは例えば NHK であるとか何々新聞であるとか、まあ、TBS であるとかそういう要するに局に対する、まあ、ロイヤリティというか、まあ、あそこの局だったらまだマシだろうみたいなところが、今度はきっと、まあ、今回あのそれを飛び越えて、要するにあの局のこの人たちが作る番組はまだ信じられるというか、
使用するに足りるという意識になってきて、で、局だけではなくて、例えばネットなんかでも、まあ、いろいろこうありますけど、こういうビデオジャーナリスト、こういうフリーのジャーナリストが関わってる番組はやはりこう信頼に足りるっていうのかね、まあ、そういうあの個々のそういう動きがこう横にこう、まあ、どうつながっていくかっていうのがこう、まあ、これからのっていいますかこう、まあ、課題っていいますかなのかなと。要するにそのそういう本当に問題意識を持って、まあ、そういうジャーナリズムの役割であるとか、まあ、どういう課題を設定していくのか、まあ、アジェンダセッティングって言いますけど、そのいうようなことにもきちんと意識を持っている人たちの、まあ、そういう連合体っていうか、まあ、ここにいろいろな活動をしながらこうそういう連合体をこうどう作っていくのかっていうのが、まあ、これからの、まあ一筋の希望っていうんですかね、かなと思ってるんですね、うん、で今回僕も3月11日から4日間福島行ってきて、まあ、非常にこう印象に残ったのはその現地ではやはりこう3つのキーワードがあって、要するに分断と効率と対立なんですよね。要するにそのもう日常、要するに朝起きてからもう例えば、まあ、まず家族がバラバラで住んでるということも随分増えてるんですけど、例えば3世代で一緒に暮らしたのが3カ所に分かれて暮らしてるっていうこともあるんですけど、例えば布団を外に干していいのかどうかからまた始まってですね、この朝の食事、食材は どうした、そこからもう要するに、まあ、変な話、家族の見解の違いが出てきたりとか、もう、まあ、例えば子供を送るときに宿題忘れてないとか、そのちゃんと勉強道具大丈夫じゃなくて占領権持ったのっていうところから始まるわけですよね。要するにそのそれに慣らされていくっていう部分もあったりとかですね。でもう本当に家族もコミュニティも町もそうですし、その例えば ある人も言ってましたけど、心はふるさとにあるけど頭ではとてもふるさとに帰れない、要するに本当に思い出の地で心はそのふるさとに帰りたいんだけど、冷静にこう考えてみると本当に帰れないよねというような思いであるとか、その現場の人たちが、要するに現地の人たちがそのどういう葛藤を今抱えてて、例えば報道も含めてそういうまあ性犯罪であるとかメディア、まあ学者専門家に対するどういう不信を持ってるのか、まあなかなかこうそういう人たちに、まあ、問題提起してもなかなか届かないのかもしれませんけど、うん、やっぱりそういうことを本当に真剣に考えていかないと、まあ、変な話、僕なんかはもうね、あとどうなり頑張って20年とか30年ぐらいではそれはもうあれでしょうけど、やはりこう子どもたちのことであるとか、やはりこうそれは母親たちは心配ですしね、どういうこう、まあ、メディアもどういうメディアを残していくのかっていうか、っていうことをきちんとこう本当に、まあ、今でもいろんなことで言われてきたんですけど、本当考えていかなきゃダメだと思いますし、僕は阪神・淡路大震災もずっと震災が発生してから1月12日95年の1月17日に発生して、まあ、その月末に入ってもう1年ぐらい7回ぐらい通って、いろいろこう、まあ、後で一冊にまとめたりしたんですけど、その阪神・淡路大震災に比べて今回の震災、東日本大震災原発事故の方がどうも忘れられていくスピードが早いような、まあ、その印象なんですけどね、どうもその被災地とそれ以外の温度差の広がり方であるとか、そのあこういうことあったんだっていう、まあ、あったっていうか、もう現在も進行形なんですけどね、要するにどうもそういう広がりがね、なんとなくこう温度差とかそのも含めてこう忘れられていく、温度差が広がっていくスピードが阪神・淡路大震災よりなんかこう早いような気がして、非常にそこら辺もちょっと危機感を持ってるんですけどね、うん、まあ、そのためにもやっぱりこうもう継続は力で、やはりこうそういう問題意識を持った人たちが、まあ、ネットで、まあ、番組で、継続的にこうどこまで持久戦を、まあ、展開していけるかということが本当にこれからますます
大事になってくるなと。やはりこう福島 の, ローカルの問題に押し込めて、いきそうな、まあ、ムードもありますけど、もうそうではないということを改めてやはりこうきちんと考えていかなきゃダメだなというふうに思ってます。うん、最後に伊藤さんまあ今、まあ広川さんと小田切さんそれぞれこの、ね、5日間の映像プラス、まあ、現在のテレビ報道についてもちょっとコメントいただいたんですけれども、まあ、3人の中では、まあ、より研究者ということで伊藤さん、まあ、今回私はこの今ね3つの事故調査委員会ということで政府の事故後の対処とかですね避難についてはその政府の事故調査委員会とか国会の事故調査委員会と民間の事故調査委員会といろんなこと明らかになっているんですけれども今回まあこの番組をいろいろ作ってみて結構わからないこといっぱいあってですね私たちもこう3人しかスタッフがいませんから全然現場とかも行けているところと行けてないところがありますし見れてるものとも見れてないものもあるし特に情報ソースがどこの段階で何を誰がどういうことを知っていて、ね、何を出して何を出さなかったっていうのもすごいわからないという中であるいは発言もですね今改めて聞いて、まあ、非常にこう確実に誤報と言えるようなものもたくさんあるわけなんですけれどもこれは例えば森例えば詳細な、ね、調査とか、まあ、次のより良い環境を作っていくというか、うん、逆に言うとこの今の事故の事態をですねきちんと認識するためにも何かこう必要なんではないかなという気もしてきたんですけれども伊藤さんは、まあ、この、まあ、本を書かれてあるいはその現状の報道にまあを 見ながらですね今どういうことを一番なんかこうやっていかなければならないというふうにお感じになっていらっしゃいますか。そうですねテレビ局、まあ、僕も全部把握しているわけじゃないんですけども、テレビ朝日が、昨年の暮れに一応検証番組を1回やったと思います、はいはい、それから 3.11 の時に、まあ、全局、その1年経過した時点でということで、まあ、番組を作ったわけですね、はい、それから放送記念日に NHK も、検証番組ということで、出したわけですけども、まあ、僕の目から見る限り氷川先生さっきおっしゃったようにですね自分がいる立ち位置を非常に安全な場所に置いて検証しているだけだなという印象をすごく強く持ったんですね。で、まあ、大学に勤めているとですねその原子力工学であるとかその放射線医学であるとかあるいは農学含めてですねあるいは海洋汚染に関わるですね科学含めて本当に日本の科学全体がもう自己検証しなくてはいけないというあらゆる領域がもう自己検証しなくちゃいけないということだと思うんです。でそれと同じレベルで実はメディアもメディア研究者も本当に自己検証しなくちゃいけないと思うんです。でそういう他のその学問分野あるいはその業界でもいいですけども本当にその、津波に関して本当にこんな防災でよかったのかっていうですねいうことでの自己検証が始まってる中でメディアも本当にこんな報道でよかったのかどこが問題だったのかっていう自己検証があまりにもないと思うんですね。でもうこれから本当に巨大地震も起きるということが確実視されている中でですね、本当にこう原発が 3.11 をですね繰り返すっていう可能性非常に高いわけですよね。でそれに向けてもそのメディアが本当に今回のその報道をどのような取材ができたのかできなかったのか取材があったけども伝えられなかったのか伝えようとしなかったのか含めてですね立ち入った本当に自己検証しない限りですね本当にどうするんだというくらいの危機感をぜひ持ってほしいと思うんですね。で研究者もある意味でテレビ研究って非常に難しくてですね、久石さんも今回その映像を集められるの非常に大変苦労したと思うんですけどももうなかったことにはできないわけです。もう誰もがちゃんと映像を撮って検証できるという時代になっているわけですからその中でですねテレビ局も本当になかったことにはもうできないという地点にちゃんと立ってですね
ぜひ自己検証してほしいと、うん、で自己検証が本当にできなければ私は BPO とかってちょっと僕は批判的なあの位置で、ね、あの小田切さんは BPO されてるんです、クビにならないといけない、これでクビになったらどうしよう、うん、あの他の業界とか企業と違ってメディアに関しては僕は外部機関がですね、まあ、BPO ちょっと違うかもしれませんけども、うん、あの外部機関が何か口を出すということは極力避けるべきだ、うん、まあ、そういうことです。それはもう本当にメディアが自分で自己検証することに事実的にやるしかないというのはまあ私の立場なんですけども、まあ、今回のこの事例に関してはその短期例えば1年とかですね1年半とかというその短い期間でもですね外部の方がちゃんと、例えばそのメディアその調査委員会とかですね立ち上げて本当にどういう取材が行われてどういう内部決定が行われたかまで含めてですね自己検証する必要があるかもしれないなというふうに思うくらいあの厳しい状況だというふうに私は今考えています。なかなかメディアの場合やっぱり情報源の、ね、問題もあってその簡単にその外部が、ね、検証するというのもよっぽどそれ自身にあの問題がないときに、まあ、とっても難しいんですけどこれをねあのとはいえ放置していいのかっていうところもあってただこれはもうもちろんその1000万人2000万人って多くの人たちが見て影響を受けているそのある種のその最も影響力のある情報源なのでやはりこれを機会にですねまあちょっと今回本当初めてのことを試みてこう番組を作って放送するというこれも訴訟の、ね、リスクもあるんじゃないかと思いつつもですねやはり誰かがやらなければ次に進まないということでやってるわけなんですけれどもぜひまあ、私たちのところに映像ありますしあと先ほどから、出ていただいている伊藤守さんのもう一回ちょっと紹介させていただきますけれども、テレビは原発事故をどう伝えたかこれもたくさんの引用があってですねいつ誰が何を言ったのかどういう報道がされたのか分析されているので一度ぜひ読んでいただきたいと思いますしそれから、小田切さんのですね NHK の一人勝ちの功罪、これはもうもちろん初期の部分と、まあ、後半の部分の NHK の部分もね組織を普段考えてない公共放送とは何かって考えてない方にとってみればちょっと専門的な部分もあるかもしれないんですけれどもぜひ手に取っていただければと思いますしそれからこの、まあ、保存版とも言えそうな Days のですね4月の増刊号これは本当に資料価値があって一家に一冊あったら必ずいいんではないかと私たちもこれ本当に参照をしてですね番組チェックすることができたんですけれどもやっぱり今後ね自分たちのこう被爆とそのメディアとの関係っていうのもそれぞれ個人個人でね考えることがあるかと思うんですけれどもぜひ見ていただきながらそれぞれの立場でですね感じたこと私たちアワープラネット TV にも寄せていただければと思います。今日はとってもたくさんのツイッターのコメントが入っていて、まあ、一体どのぐらいあるのか全然ちょっと把握できないぐらいの数なんですけれども、まあ、これも後からしっかりと拝見したいと思いますしもし、このテレビ報道に関しまして伊藤さんはもちろん今後も検証されていくと思いますし小田切さんもさまざまなルートを、ね、持ってテレビ局の方々にお話を聞かれると思いますので、時のあれは、まあ、どういうことだったんだろうとか視点をとか感想ですね疑問いろいろお送りいただきましたら継続的にねこういうものもやっていけたらというふうに思っていますので、引き続き、よろしくお願いいたします。で宣伝になりますけどこうしたアワープラネット TV の番組はですね、まあ朝日ニュースターの番組は終わってしまったんですけれども引き続き寄付や会費で運営しておりますので、まあ、ぜひご支援をしていただければと思います。それから、広川さんの方が今、プロジェクトを始めてらしてこれは本当に私は重要なプロジェクトだというふうに思ってるんですけれどもちょっとどういうプロジェクトか、まあ、今までのですね避難っていう問題がもう国を中心にうまくいってないっていうことの裏返しで民間でやってるとも言えるもう最も日本で大きく初めてのそのプロジェクトなんですけれどもちょっと広川さんの方からご説明いただければと思うんですけれども子どもたちが疎開する権利があるっていうだからそれがなかなか認められないだからせめて保養っていう我々チェルノブイリの
ウクライナとベラルーシにそのサナトリウムを作って二十数年間それを支えてきたんですけれども、だから今必要なのは日本で、しかも国が挙げてやらなきゃいけないときにそれをやらない、やってしまうと自分たちがそれが危険な状態だということを認めることになるという、そういうことになって、あくまでそれを安全というふうにやる、その犠牲者になっていくのはまず子どもたちという、だったらとにかくまず子どもたちの保養センターというのを作るという、その、まあ、個人的ないろんな団体が日本中でいろんなところでそういうような受け入れをしているんですけれども、継続的なそういうセンターというのを作りたいと思って、だからそれでいろんなところでやっていて、その声かけたんですけれども、沖縄の太田元知事がそれにまずじゃあ紹介したいっていうふうにおっしゃっていただいて、それで久米島っていう島に行ったんですけど、そこは役場とかそれからその自治体の人たちが大勢自分たちが関わるっていう、そういうことをおっしゃったんですね。まあ福島のあの事故が起こって一番最初に手を挙げられたのもそこの島だったんですけれども、それでそこで我々一つの使っていい土地っていうのを使わせていただいて、それでそこで子どもたちをこれからどんどん入れていくっていうのか、1ヶ月交代ぐらいで、その保養によって体の抵抗力を増すことによって被爆した人間でも発症するのを防ぐことができるっていう、そういうまあ我々の経験なんですけれども、そのためにそのものすごく美しい場所なんですけどね、はい、その久米島というところに今施設を今改修しているところです。あと2ヶ月ぐらいで終わって子どもたちの受け入れを始めるっていう、そういうふうに思ってます。そうしますと今年の夏ぐらいには授業が開始できるような形ですか。もっと前に希望してるんですけどね、7月か6月の終わりぐらいにはお母さんと小さな子どものグループをまずそこに入れて、それから夏休みにはその学童、そして今いわきの方での我々 のグループはその県 その教育委員会に対して学校とクラスごと一時期でもそこに移すような許可を出してほしいという、そういう署名運動も始めるというふうに言ってますね。じゃあいわきではその、保護者の間で、学校ごとの保養というのを、まあ、求めるような動きも始まっていて、まあ、政府というか国会の方でもですね、今民主党の、まあ、政府の与党側もそうですし、それから野党側もですね、全党が一致して子どもと妊婦のためのですね、そういったこう、支援、生活支援とか被爆に対する健康管理とかを求めるような、それぞれこう立法がされていて、まあ、早期それをなるべくいい形で成立させてくれっていう動きも出ているところではありますけれども、まあ、そういったことが、ね、進む前にもこういう形で民間で、ね、進めてらして、これはやはり寄付が重要なわけですよね。私たちの番組もそうですけれども、なのでぜひちょっとデイズのホームページとかに見れば詳しいことが載っているんですね、はい、なのでぜひこちらの方も、ね、支援していただければというふうに思っています。で先ほど小田切さんがですね、やっぱり それぞれの、ね、広川さんもそれぞれの小さい抵抗があってっていうような話もされてましたし、いろいろな人たちが少しずつこう結びついて何かこう変えていかないと、このまずいひどい状況が、まあ、変えられないのかなという気がしておりまして、アワープラネット TV ではですね、4月11日あさって、東京のですね、文教シビックセンターショーホールでシンポジウム、ポスト311代のメディアとは公共的なメディアを取り戻す作戦会議ということで、シンポジウムを開催します。で、さまざまなですね、例えば東京新聞の特報部の野呂さんとかですね、それから今原発とメディアというのを朝日新聞で執筆されています熊本さんも今なんか先ほど電話があったら青森の方に取材に行かれてるそうなんですけど、急いで戻れそうだということなので来ていただいたりします。それからですね、司会は野中智代さんってもともとキャスターされてた方ですけども、まあ、彼女が、まあ、ぜひ何かこう時代を変えていかないとまずいということで司会をコーディネーターをしていただくことになってるんですけれども、釜中ひとみさんなども来てくださることになっていて、なるべくこう多様な人たちが今もうそのこれだけひどい事態が起きているのに全体がこうなんとなくムードとして変化がこう見られないという中で、まあ、何かこう変えていかないといけないなというの、私たちメディアも何か
やっていかないといけないので、そういうことをしようと思って、ぜひ広川さんたちもね、ずっとこうデイズでこの問題引っ張っていらっしゃるので、なんかいい形で突破できるというか、プロジェクトが進められたらいいかなというふうに思います。何か最後にコメントすることありましたら、何かないでしょうか。特になければ大丈夫ですか。はい、大変ちょっと長い時間になってしまいました。7時半から始めまして、気づくと4時間で、当初3時間なのっていうふうに広川さんに言われたんですけど、ごめんなさい、無事デイズは考慮できたのか、明日なり、じゃあ急いで帰ってこれから考慮ということなんですけれども、皆さん、4時間にわたってご視聴ありがとうございました。3人の皆さんもありがとうございます。またこれからもこういった検証やるかもしれないので、ぜひ皆さんまたいろんなことを教えていただければと思います。じゃあご視聴していただいた皆さんもありがとうございます。